えーとそれでは始めたいと思います。建築家吉村順三のな「まなざしアメリカと日本展」の基調報告として、えー、神奈川大学の松熊が発表させていただきます。まあ、タイトルを生活の芸術としての空間を求めて吉村順三とレーモンドが守り育てようとしたものということにしました。今回の展覧会を通してですね、まあ、吉村がレーモンドともにどんなことを考えて何を築こうとしたのかということをお伝えできればと思います。 まあ吉村純造は年に生ままれてて年にに亡くなっています、えー、吉村にとって2人の死となる建築家がいたことがまず大変重要になります。一人はあの私たちもあのほとんどの方がご存じないと思うんですけど山本節郎という人ですね。 山本節郎は早稲田大学を出て、えー、アメリカ屋というです、ね、あ今でいう設計施工の工務店のようなところで住宅の設計をやりながら編集者としても活躍した人で、えー、実は早稲田大学ではあの1学年下に、えー、と村野東郷がいたりしてですね、えー、村野と山本は実はあの若いです、ねえー、先生として 着しした金和二郎に支縮してたにてようなあそういうい間柄でしたそれで大変興味深いんですけどもあの吉村順三はですねまだあの本格的に建築の設計を学ぶ前にですね17歳の時にこの山本が編集して出していた住宅というですね ほぼあの住宅雑誌の先駆けのような雑誌が出ていたんですけど、えー、これの,あの小住宅設計っていうものの,あの応募の募集の記事を見て、ですね、えー、これに応募するんですね。でこれもちろんあの紙ののの上だけでのでのでコンペす ただ資格も特になくてですね、えー、誰もが応募できるようなそういう簡単なものだったものですからまだ建築を学んでいない吉村純三17歳がですねこれを見て応募することになるんですね。あのこの時あの住宅記者と書いてありますけどこの編集者として山本もあの震災に加わっていました。 まあ、ただこの17歳で応募するにはですねあのものすごい数の応募案が集まって608通って書いてあるんですけどもなんとそこにですね2つ応募して2つとも入選する1つが入選ですしえもう1つが仮策仙外仮策ですねその2つにあのいきなり入選してしまうんですね。でこれがあの左側が入選案で右側が仙外仮策に選ばれたものなんですね。 まあ、あの入選案は平屋建てで佳作の方は2階建てなんですね。で建築を本格的な勉強していない,い,い旧制中学の学生がいきなりこれで入選と佳作を果たすっていうのは驚くべきことなんですけどもあの山本節郎が審査表の中にですねですね吉村順三のことについて触れていて。 でここに書いたの面白いんですけど私が選んだのは当選案した方ではなくて佳作の,の方だって言ってるんですね。まああの全体の設計が何とも言えず素直です。まあそんなことをあの評価していたわけですね。であのどうしてこれ山本が600以上の案の中からこの吉原案を選んだかっていうことは。<laughs> 実はこの住宅という雑誌を見ていくと興味深いことに気が付くんですけど実はあのこの募集がされる前にですね2年ほど前に山本節郎が左側の空想の住宅案っていうのをですね、えー、実は市場で発表していたんですね。 で右側が山本が自分を選んだって言っている佳作の2階建ての案でこれ左右見ていただくともう一目瞭然だと思うんですけど吉村はですねあの山本に四縮したようなものであの山本の描いてるそのスケッチのタッチそれから平面図なんかもよく似てますし。 つまり吉村はこの住宅という雑誌を通してですね山本からあの住宅の設計を学んでいたような格好なんですね。ですからあのこれ晩年ですけどもあの山本節郎のことを吉村が振り返っていまして山本節郎は私を建築に導くれた人であるとたまたま市場コンベがあるのを見つけて応募したところ一つが入所一つはカサッポに選ばれた。 彼はロマンチックな小住宅の夢を語りかけてくれた私はそれに見せられて建築の道へ足を踏み入れることになった私の最初の恩師であり私が最初に好きになった建築家である、まあ、あの同じ時期に吉村はあの山本こそですね住宅の設計の本土を歩いた人で少しも古びていないってことを語っているぐらいですね生涯やっぱり山本の影響を受け続けたんですね。 それでやっぱりあのなんかあの最終的にはその山本に会う機会がなかったと言ってるんですけどあの一番あの吉村にとって励みになったのは多分このことだと思えたんですけどあの関東大震災の直後にあこらこの住宅を取り始めたって吉村が語ってるんですけど。 まあこの震災直後の関東大震災の特集法っていうのが出ていて吉野がはちょうど15歳なんですけどねここにあの震災地震の経験からっていう山本の文章とさっきお話した黄河二郎のバラックの話っていうですねあのバラックの写真が載ってますけどもこういう記事が載るんですねで右側が山本の文章で左側が黄河二郎があのバラックの話いう っていうこういうううこスケッチをみのスケッチを描きながらエッセイを記してるんですね。これあの関東大震災でもう大変悲惨なことが起きてたわけですけども河和次郎と山本がここでどんなことを言ってるかっていうとですねあの何もなくなった時に人々が今まで抱えてたものを失って初めてですね雨露、えー、をしのぐあの住宅をセルフビルドで作らなきゃいけなくなってその時に実はあの あの家を作るってどういうことなんだろうってことを考え始めたあのそのことをなんか書き留めようとしてあの,あの文章を書いてるんですよね、まあ、これを多分あの吉田少年も追体験したっていう印象が強いですでそんなことであの建築っていうものに憧れてですね1926年に東京美術学校に入りますただ当時入って 東京美術学校っていうのは岡田新一の大沢三之助北村光三らが教えていましてまあ当たり前のことですけど西洋化を目指すあの形でヨーロッパの様式建築をですね、まあ、あの模写したりする形で教えるそういう時代でもあったわけですねですから山本から習ったことと随分こう違ってたわけです。これは少し後ですけども まあ今国の重要木材になって今でも建っているこの岡田新一の明星メーカーのような建物をですねまあ一生懸命教えてたそういう学校だったわけですよね。でそんな美術国に入ったばっかりの,あの吉村順三がもう一人の師として出会うのがレーモンドで。 えーとこのアーキテクチャのビバンというですねフランスの建築雑誌にこのレーモンドの自邸の模型写真が載ったんですね。でこれを見て吉村さんは大変なことですけど東京って書いてあるから東京のどこかに残ってるんだろうということで探し回ってそれでこれに見つけてですねで、まあ、たまたまあのレーモンドとの 付き合いがあるですねあのお子さんかなんかの紹介でレモンドに会う機会があってそれでレモンード事務所に、えー、水学校に通いながら通い始めることになるわけですね。これも決定的な出会いそれも吉村さん自身があの行動力を持って引き寄せたあの出会いだと思うんですけどそれであの 今回の展覧会もそうなんですけども、あの吉村とかレーモンドが何を見つめていたのかっていうことは、一番そもそもから言うとですね、おそらくレーモンドが初めて日本の地を踏んだですね、1919年の12月31日、この発来日した時のレイモンドが見たものが決定的だったっていうふうに思えるんですね。 レモムドは繰り返しその時のことを記しているんですけど、代表的なものが1940年に書かれた言葉に残っているんですが、1919年12月31日の日本到着の夜、横浜から東京までの道、封建時代の名残をとどめた狭い村を車で通ったことを私は決して忘れることができない。 まあこれ当たり前ですけど12月31日ですから就婚当選もして正月を迎えるために非常にこう華やかなあ締め飾りや酒が並んでいて、まあ、陽気で単純な喜びに包まれていたっていうう言ってるわけですよね。で当然の方は車もそんなに走ってないわけですし、まあ、商店は道に向かって放たれですねみんな親しげに座っていたそれから若い人たちは楽しそうな季節の遊びにふけりと。 まあ横浜から東京まであの車で行ったらしいんですけどほとんど進めないことだったと。でこの時にその初めてですね日本の,あの木造の集落を見た時に、まあ、この黄色くいたとこですけども私はその時現代建築と呼ぶものが日本では無意識に実行され生き続け守られていた建築の原則であり。 我々はその失われた原則の知識を意識的に開発させようと努力しているに過ぎないと気づいたのである。これはやはり決定的な目撃をしたわけですね。現代建築、つまり自分たちが目指そうとしている建築が実は日本の木造の集落の中でごく普通に生活を作り上げていた。 そこに無意識に実行されていた、なんだ、自分たちのやろとしているのは、今目の前にあるこの風景を意識的に回復させようとしていることに過ぎないんじゃないかってですね、まあ、そう気がついたレイモンドがいたんですね。ですから、このことによってレイモンドは、実はフランクロイド・ライトに伴われて、帝国ホテルを作る助手として来日したにもかかわらず、早々にレイモンドから離れていくんですよね。 でむししろ日本から学ぼううとということで事務所を設立しますでなかなか今当時のものをあの知るチャンスは少なく現物として見るチャンスは少ないわけですけども、まあ、あの全国の町並み保存されている集類はこたなると似たような感覚を味わえると思うんですが、まあ、例えばこういう写真なんかも残ってるんですけどおそらくこういう場所をレーモンドはこう目撃したわけですよね。それからあのレーモンドが見たもの はレイモン一人じゃありませんんもちろんですから、一あの、昨年亡くなられた渡辺教授さんっていう、えー、まあ、文芸評論家の方が記した、ゆきしようの面影っていう本がですね、レーモンドが見たものをと同じですね、これはあの幕末から明治初期にかけて、来日した外交官、あの商人たちが、えー、日本に来たときに、やはりレーモンドが驚いたのと同じくですね、あの、 江戸っていうのはものすごく人口密度が高いし、決してあの豊かではない、簡素な暮らしをしているんだけど、それが貧相に落ちらずですね、なんて人々がこう喜びに満ちて、あの本当にこう楽しそうに暮らしているんだろうとでその時にあの日本の木造の集落が持っているです、ね、非常に穏やかな人々をこうあの温かく見守るようなです、ね、そういう光景に彼らは感動するんですよね。 当時、あの産業革命以降のイギリスはではです、ね、非常に、まあ、都市が劣悪化していたんで、田園都市ということで、高海にどんどん逃げ出そうとしていた、ところが日本にやってきたら、江戸はものすごい高密度で住んでるにもかかわらず、なんだ、ここは田園都市そのものが今では生きてるじゃないか、この江戸という場所にっていうふうに思ったわけです。まあ、こういうものも同じものをです、ね、レーモンドはやっぱりあの日本に来て、あの体感したんですね。 で実は大事なのは吉村順三も両国で生まれていてまさにレームの感激したその場所で生まれ育った体感した人でもあったわけですよね。でこの渡辺清さんがそのことをちょっと書き留めておられてまあその外交官たちが認めた外国人たちが認めた日本人の表情に浮かぶ幸福感というのは当時の日本が自然環境との交わりや人々相互の交わりという点で 自由と理事を保障する社会だったんじゃないか人々が自立達成を共に生きるための交わりの空間が貧しいものを含めて地域の全ての人々に開かれていたと。で、まあ、渡辺さんにとって重要なのはですねあの昔のこの国が人間の生存をできる限り気持ちの良いものにしようとする合意とそれに基づく工夫によ,工夫によって成り立っていた。まあ、そういういことを まあ、あの当時の文献が教えてくれてるんだって渡辺さん書き留めてるんですけどおそ、まあ、らくこういうものと同じ質のものをですねレイモンは実は体感したんだろうと思うんですねそれで吉村はその中を生きていたで実は私たち今この日本という国が木造の国であるという印象をほとんど持たなくなってるわけですけどでもよくよくこういう統計料を見るとですね、えー、この前のオリンピックの時ぐらいまでは 日本に建てられる建築の下半はです、ね、木造で作られていたつまりわずか半世紀ぐらい前まではです、ね、日本というのは木造の文化がずっと続いていたということがわかるわけです、まあ、その木造の文化のエッセンスみたいなものをレムンドは学び取り吉村はその中を生きていたということになるわけですねはいそれであの実はあのレーモンドの まあ、あの仕事に吉村が参加していくことになるんですが、先ほどお話したように、あの吉村はあの学生時代から、あ東京美術学校時代からレモンド事務所に学校がないときは通ってた、すでにレモンドの書員として、デスクを構えていたわけですよね。 でこれがあの戦前にレーモンドが出した1920年の独立から1935年までをまとめた作品集が日本で出版されているんですけど、まあ、これが大変興味深い事実を私たちに教えてくれるんですね。で多分この発行直前の1934年頃だと思われるこのレーモンドたちが並んでいる東京・銀座の聖書館の屋上で捉えた集合写真があるんですが。 えー、ここにてての主人公が揃ってるわけです真ん中に立ってるレ物ンが46歳それからあの手前に座ってる一番右端にいるのが西村実蔵26歳ですよねであの一人置いてここに前川邦夫が29歳それから同い年のジョージ・中島がここに立っていますそれから前川の左側にいるのがですね戦前の万頭閣だった、えー、杉山雅則さんっていう人なんですねあの この辺りが今回お話すす。る主人人公になっていく人たちで,すで実は彼らが建っていた建物というのはレーモンドが1933年に竣工させた銀座にある教文館聖書館。えー、とこれ、前半分が教文館、後ろが聖書館で実は一体の建物なんですが、えー、これはレーモンド自身の設計で今でも現存しています。ちょうど手前が銀座通りで、えー、ちょうど松屋デパートの蓮向かいに今でもあの現存してるんですね。 でこれがあの前川事務所に残っているそのレイモンの事務所内の写真で多分同じ時に撮られた写真だと思いますけど、えー、レイモンとか行って、えー、手,手前に吉村淳三がいてマイカーがいてジョージ・中島がいるっていう形ですね。 それから、まあ、あの今回あの、杉山正則さんが急増してた資料をいくつか展示してるんですけども、えー、その中にですね、まあ、非常に貴重なことに、このまさに聖書館で、えー、レイモンドが仕事をしていたあ、その時にレイモンド自身が使っていた名刺なんかも出てきました。ここに東京聖書館銀座っていうふうにちゃんと書いてあるんですけれども。 でこれなんでこんなことを紹介しているかというとですねこの聖書館でこの名称を使って例物が違うとできたのは数年に過ぎないんですね。で実はこの作品集で面白いことにですね、あのー、きちんとあのー 担当者の名前がこの作品集に表記されてましてこの右下に「担当吉村順三」って入ってるんですが1931年に、えー、トレッドソン氏の別荘ということで、えー、日光にできるんですけどこれがですからあの吉村順三が23歳、えー、東京美術学校を卒業して正式でエレア元准教の署員になったその年に竣工しているのでつまり学生時代に吉村がこれを説教してたってことがわかるわけですね。 で実はこれ今でも現存してましてまさにその吉村順三の第一作がですねあの日光の図書号のすぐ近くにあの今でも残っています本当に竣工当時と変わらない姿として残っていますそれからこれも同じ年にできたあーこれは多分現存してないと思いますけどここでも建築担当吉村順三ってちゃんと明記されていまして レ、えー、ーモンドがあの日本の木造住宅から学ぼうということだったわけですけど実際にそれをこう手を動かして設計担当していたのは吉村であるですから茅葺き屋根とです、ね、木造のこの小屋組の表しになった室内が見えてますけれども一方で、まあ、あのスチールパイプの椅子と机が使われてるあたりが、まあ、日本人は多分やらないような造形であることがわかります。 それからこれ興味深いんですけどもあの実は1930年にあのコルビジョの元から帰国した前川国夫がレーモンド事務所に入ってグループに加わるわけですけどもやはりレーモンドもあのそういう白いモダニズムの建築を自分でもやろうとしたんでしょうかこれで金コンクリート像ですけどもあのなぜか担当は吉村順三なんですねであの白いあの箱のような建物であの これジの特徴である横連想の窓がついてるんですけどもちろん当時はこうスチュールのサッシでこういうあの横につながっているのをサッシを作る技術がないもんですからあの木造のサッシがついてるんですね。で面白いことにその木造のサッシが傷まないようにあのここに切り受けのちっちゃなひさしがついてることが分かります。でこれ2階の部屋だと思うんですけど畳が引いてあってそこにスチュールのパイプの机が並んでいるっていうちょっと不思議な造形になってます。 それであの実はレイモンドは1933年にですね軽井沢に自分の別荘夏の家を進行させるんですけども、えー、とこの1933年の夏の家がですねおそらくレイモンドが1920年に独立してですね10年ちょっとかかって、えー、日本から学んだことをあの初めて自分の別荘であるからこそゼロから作ろうとしてつ作った仕事なんですね。 でまああのここにも書きましたけど実はこの別荘自体もわずか4年で売却されてしまいますでこれはあの移築されてあの去年ですねあの レイモンドの仕事としては初めてえ国の重要文化財に指定されるというですね、まあ、ある意味じゃ非常に節目になってるわけですけどなぜこれが十分なんだっていうふうにお考えになる方も多いと思うんですけどやはりあのこの後お話しますけどレーモンドにとってですねこの夏の家で体感したことあるいはそこにいた吉村や前川やえ杉山やジョージの赤島が感じたことはですねかなり決定的だった印象が強いんですね。 でこれも杉山さんの資料の中にちっちゃな写真が残っていたんですが、えー、前川ク夫を写した写真がありました29歳の前川がこの夏の家にいたことが分かるわけですねでこれはあのレーモンドが日本の建築木造の建築の良さとして2つのことを言っていまして1つはですね日本の木造建築っていうのは 構造部材がすべて表されている、どこにも隠し,隠してなくてです、ね、構造体そのものが露出されて、仕上げをせずに露出されていて、それ自身、非常に構造的に美しく見えるということですね。それからもう一つは、日本の建築っていうのは、開口部を開け放つとです、ね、建物の中、室内と外の庭の部分、それが一体、一続きの空間になる素晴らしい開放性を持ってるんだ。 まさににここの写真に現れてのことですねでこのテーブルとか椅子とかも全てあのこのためにしつらえられたもので実はこの夏の家の初めての,あの食事をした時のことをレイモンドが興味深くあの綴ってる文章が残されてるんですね。ある日私たちは自分がもし本当に機械をつかんだ時何ができるかを試そうとして自分の家を建てた。 家は山の上に建てられた材木は近所の森から来た軽石のコンクリートは火山からそして腕引きの大工が手に入った建物は率直にまた単純に解決されていった何事も実際の目的にかなわないものは省かれた材料の質は銀物され尊重されたが一つだけ大変な贅沢があった空間であるこの時に レームのやっぱ体感したことが重要だと思うんですけどね。私たち自身、生活に直接必要なものを除いて何も持たない喜びを身にしみて悟った。大工は残った残材や砂や藁によって数個の椅子とテーブルを形作った。私たちは隣村まで行き、大きな鉢と皿、数個の壺と鍋とを求めた。それから暖炉でパンダくずをきれいに燃やし、テーブルを置き、食事のために座った。 多分先ほどの写真がその時の写真だと思うんですけど、私はこの最初の食事が忘れられない、新しい木の香り、新しいヒノキ板で作られた清潔なテーブル、その上にはグレーと赤の陶器、ここが引き込まれると全面、平原と遠くの山々山々は重なり、私たちの前に広がって、自分のいる場所の一部のようになった、私たちは一つの空間の中に包まれていた、空間は見事な構造は仕切っていた。 おそらくこれを体感したことに多分この夏の園を作ったことの大きな意味があって、まあ、あの、先ほど話したように、わずか4年で売却することになってしまうんですけども、この夏の園こそですね、この後、名門ではや吉村、中村な、中島、それから前川がですね、やっぱり求めていく一つの原点なんですね。ですから面白いことに、あの、先ほどまでの、あの、 この夏の家の前まではです、ね、どこか、なんかあの、どこから持ってきたようなコロビジョの真似をしたりですね、そういうことだったんですけど、この最後の吉村担当作品が3 0年にできるんですけど、これを見るとですね、今の夏の家のモチーフと同じくですね、かなりこう削ぎ落とされた最小限のものでできていることがあの見て取れるわけです。ところが、あのレーモンドはアメリカ人で、 日米関係の悪化によってですね、こうやって始められたあの仕事がですね、途中で中断されていくことになるんですね。で、戦争へ向かう時代の中で、それぞれのレモンドも含めて、人たちが非常に大きな歴史的な転換点に巻き込まれていくことになります。で、レモンドがあの戦前に最後に手がけた大きな仕事が、東京女子大学の礼拝の行動で、これが現在の写真なんですけども、 あの杉山さんの資料の中にですね、これの春工時の,の写真が残っていました。まあ、下見ていただくと分かる通り、コンクリートの打ち放し、それからあのちっちゃなあの、えー、と窓の,あの飾り窓は全部プレキャストのコンクリートの工場で作られたものなんですけど、まあ、こういう状態で東京女子大学が一つの完成を見るわけですね。で会ごとにあの一番上の写真なんですけどあの ちょうど完成したときにです、ね、この礼拝堂の屋上に上がって撮られた写真で、えー、左側に吉村順三、右側に杉山正尚が写ってるんですね。まあ、これ、多分対策だったと思いますけれども、あの下の写真は、広まらが立っているのとおりです、ね、ちょうどコンクリートがあった上等式のときの写真だと思います。で右側は、今でも残っている螺旋階段ですね。 でこれが竣工した1937年なんですけど1938年にあの大きく当時の雑誌に発表されるんですけど実はこの2人がある思いを持ってこう立っているように僕に見えるんですがあの実はレーモンドはこの時にもう日本を離れていたんですね。 それからこれも興味深い資料がレーモンド事務所に残っているんですけど、えー、とレーモンドがあの同じ時期に高けて最後に完成したのはこのインドに作られた総員の宿舎でこれはあの太平洋戦争下の1942年に竣工してるんですけどこれの基本設計をやってたのが実は前閣僚なんですね独立の直前ですけどもちょっとあのコルビジェの,あのピロティあるいはあの ルーバーが使ったですねコルビジェ風のデザインがされていることが分かるんですけど、えー、実際にこういう形で竣工して、これは僕は現地を確認してないんですけど、現存しているそうです。それで、実はこの,あの現場に常駐したのがジョージ・ラカシマなんですね。でジョージ・ラカシマは1934年に、えー、とレイモンド事務所に参加します。で志願をして、ですねこの総員の現場に行きます。 ただあのこの時にあの日中戦争が始まってですね、えー、一旦1939年に日本に田舎島に帰ってきてでさ独立した前国の仕事を手伝った後にアメリカに帰国するんですねで実はもう一つレイモンドが戦前に出した図集があってこれはあの詳細図をまとめたものなんですけど1938年、えー、先ほどの作品集より3年後で あのでこれはあの吉村順三の,あの森の中の井の設計を担当された平尾さんから僕がお聞きした話なんですけどこの掲載の図版ですねディテール集の,あの図面の作成をしていたのは吉村だそうですです。から吉村さんは実際にこうレイモンドの下で仕事をしながらです、ね、こういう詳細図まで起こせるぐらいさまざまな仕事をやられたことが分かります。 でそれがあのその表紙がこういう形に載っていてですね上にレーモンドとノエミの名前があってそのすぐ下にあのチーフだった杉山さんの名前がありますでずっと下を追っていくとここに吉村順三がいてですねでその下に天野さんと石川さんあの東京美術学校の後輩としてこの2人が入って いるわけけですけど、えー、実は35年に前川国王が独立したなので前川国王は名前がありませんそれから1937年にジョージ・中島インド経由で、えー、あのインドに行っていたこともあったんでしょうかここにのあの中島の名前がないんですねでこの1938年にはもうすでに、えー、レイモンがアメリカに帰国していたんですねでまあ日中戦争日中戦争 地米のですね、太陽戦争の前夜で、日本とアメリカの関係が非常に悪化したので、エレムのン事を失うんですね。で結果的に、どういう形で商人たちを残したのはちょっとあの非常に難しいものがあったようですけど、1937年の12月にあの日本を離れてですね、インドの総員の現場からヨーロッパのチェコに行って、あの家族に会った後と、アメリカ合衆国に帰国します。それでで年にですね ニューヨークにも事務所があるんですけども、どうもそこじゃ仕事はうまくいかない、つまりあの東京と同じで,です、ね、ニューヨークでは落ち着いて仕事ができないということで、でペンシロベシ州のフィラデルフィアの郊外にニューモープという場所があるんですが、えー、クエカー教徒、敬虔なキリスト教の信者たちがあの切り開いたです、ね、そういう農場があって、えー、そこを買い取って、えー、レモンドが事務所を作るんですね。でまああの 今回の展覧会で、えー、田中敦子さんが調べられて、報告されてたように、まあ、レイモンドはあのに日本の関係の仕事を請け負ってです、ねの、その仕事のために、えー、翌年1940年の5月にです、ね、吉村を呼ばないと仕事ができないということで、るわけですねでその頃にジョージ・中島はあの自分の,あのふるさとのシアトルでパ具の工房を設立します。 ところが1941年に、まあ、12月の,あの現地時間で7日、日本では12月8日ですけれども、えー、太陽戦争に突入してしまうことになるわけで、えー、吉村は結局ですね、1941年7月に最後の帰国戦で日本へ戻ることになります。ですから、わずか1年たら1年ほどで、えー、日本に帰国することになるんですね。で、一方、その戦争が始まった後に一番大変だったのはジョージナカシマで、えー 2月にですね大統領によって日経時が強制収容所に収容されることによってしまいますで、まあ、あのレイモンドはですねあのこのジョージ中島の一家が強制収容所に入れられたことをき知ってですね働きかけをして、えー、1943年にですね あの自分が身と引き受けになるから彼らを救出したいということでえそれが認められてですねニホープの農場に預かることになるんですね。で実はあの、えー、とレーモンドの展覧会をあのフィラデルフィアとあの神奈川県立金田美術館の、まあ、連携みたいな形でやろうとした委員会があって、えー、それの下見も兼ねてですね2003年の10月に えー、鈴木裕幸先生とか三沢博志さんあるいはその例物の人とだった母代よ子さんとですねあの何人かであの現地を訪れた時に僕が撮った写真ですこれが千七百二十八年の農場の主屋を改造した、えー、アトリエンしてた建物の二千三年時点の現況です本当に綺麗な建物ですねでこれはあの僕も詳しく知らなかったんですけどあのこのあの 石像のですねこの農家の建物をですね、かなり大胆に開口部を開けて、ですねあの中と外をつなげるっていうあの改築をして作,作った建物なんですね。ですから、中はあのこの時あの障子の紙が全部剥がされて、星だけになってましたけども、え障子を入れたり、あとベニヤのおなみそという形の、まあ、レーモンドの,あの日本から学んだ形がここに残されていました。 それから、まああのノエミレーモンドさんがです、ね、あのここにあるような道具類とかあるいは暖炉の中のファイアドックと呼ばれるです、ね、火箸なんかを置く鋳物の犬の形をしたこういうものをデザインしたしそれからレーモンドのご遺族から聞いた話では、まあ、あの強制収容所から救出した中島はあの仕事をしてはいけないというふうに言われていたこともあってです、ね、あのこの床の補修なんかの仕事を 続けていたっす。で、本当にあのこういう納屋とかですねやはりクエカー教徒経験のクエカー教徒たちが関数、まあの暮らしの中で築き上げたものっていうのはあの例えもばも日本で見たの インカと恐らく共通の,あ,のある種の美しさを持ってたんだと思うしあのなんか僕の印象だとそのニーホープって場所は軽井沢のような印象があったんですねですからやっぱ同じところを求めていたんだろうと思うんですねで実は吉村さんが長谷川隆さんとの対談の中で、えー、あの向こうに行った時のことをしゃべっておられてまああのアメリカ行っても旅行好きだからまあよく旅行していた。 で、良い建築には人間的なスケーがあるってことを知ったと。で、リホプテとか、奈良みたいなとこだった。で、そこにある民家が非常に美しいんだと。それから、あの、晩サなんかを入れる菜やパーンがですねあの、非常に実用的で美しいんですっていう風に語っておられて、これ結局、あの、気がつくことは同じなんですよね。長いあの文化の,あの、建築の文化が、まあ、建築家のいない時代が長いわけですけど、生活の中で、 本当に厳しい自然環境の中で生活を痛まるために作り上げてきたものが先年度を加えてできたものってのはやっぱり非常に実用的だし美しいんだっていうことをまあ吉村を見つけていくわけですね。で今回本当にあの吉村孝子さんがあのお持ちのスライドをたくさん展示をしていますけれどもあのこれが吉村順宗が実はあの外化のカメラとですねコダックのスライドフィルムを 使って当時40年1940年ですねもう80年以上の前に当時撮ったスライドの写真の一部なんですね本当にあの昨日撮ったと思われるぐらいですね生き生きさ写真が残されていましたこれあの食事をしてる風景ですけど手前の二人がノエミさんとレモンのとあとスタッフですよね まああの本当にあの農場ですからあの設計だけをやってたわけじゃなくてですね後ろ回ああ多分成功おと言われるような形であの仕事をしてたんだと思うんですけどねまあこんな写真がたくさん残されているんですね。ああなんかホーシックにかかったような吉村さんの写真が残っていたりあるいはあのレイモンドの夫妻があのこの風景を眺めているような写真を撮られていたりですね それからやはりあの今、言葉を紹介しましたけど、このバーンと言われる、ですねあのマグサを入れる倉庫ですね、これが美しいというふうに語っておられた通りですねこの苗の写真をたくさん吉村さんが撮られておられて、あのどうもあの生前はあの語っておられたんですけどあの、この苗の写真集を出したいねっていうことまで考えておられたようで、まあ、今見てもあの吉村さんは何に感動したのかが伝わってくるんですよね。 内部の写真も残って,いてまあ本当にあの吉村さんは本当に中学の頃からあのスケッチをしていろんなところに民家や茶室を実測に行ったりしてるわけですから、はい、同じ目を持ってこのニューホープのものを見ていた。 でこれも今回あの展示ケースの中に紹介されてますけれどもえいよいよ日本に帰らなきゃいけなくなった時にあのスケッチブックにですね吉村さんがいろんな人に寄せ書きをしてもらってるんですがそのあるページにですねレーモンの本人が1941年のジュライって書いてありますけどニューホープでっていうことで書いてあるんですがこれが非常にその師弟の関係をよく表しているスケッチでここに出てくるのが もともとのきっかけになった東京のレイモンドの自邸ですね、それからこの自邸を作る直前まで、あのこの同じ場所に立っていたレイモンドの自邸を葉山にあの動かして別荘に使ってたんですけど、その葉山の別荘ですね、それから夏の家、それからニューホープというところで、まあ、レイモンドが次々こう移り住んだり、別荘として使ってたわけですけど。 で、そこに必ずまるで囲んでるように、純三お前はここにもここにもここにもずっといたよねって、俺のそばにずっと仕事してたよね僕て、まあ、ニュー北部まで来たよねで日本に帰ってしまうけど、今度いつ君と一緒になれるんだみたいなですね、まあ、そういうことを書いてる素晴らしい、やっぱりあの、スケッチですよね。で、これは、あの、 ジョージ中島のご息女のミラさんがあの中島のもすごいですに、ね、出されたあの中島の作品集に、やはりやっぱりこの中島もです、ねえー、と収容所からあの救出されてあの木工場工房をです、ね、作って仕事を始めようとするんですけど、どうもこれがそのニューホープの農場の中に残っているミルク小屋。 あここがまず出発点こんな小さなところから仕事が始まったっていうことらしいんですね。それで実は吉村順三が1941年の夏に日本に帰国するわけですけどその太平洋戦争が始まった後とに、まあ、レーモンドがあの実はその非常にまああの歴史の怖さというかあの残酷さだと思うんですけどもまああの 戦争に協力するるような形をつるあの取るわけですねでそれが実は戦後になってアーキテクチャフォーラムという建築雑誌の1月号で、まあ、スクープの記事としてあの、えー、出されるんですねプレハブターゲットっていう名前の記事です。でこれは実はあの東京大空襲とあの全国各地に落とされた焼夷弾。 日本は木造の町が支配的なんだから、あそれを爆弾で破壊するよりは、えー、と焼いてしまえということで、焼夷弾という爆弾が特別に開発されるわけですけど、さすがにその日本の家屋がですね、あのどういうふうなあの材料で、どういうふうに組み立てられてるかっていう知識がほとんど当時、アメリカで共有されていなかったので、えー、それをあの砂漠の中に原寸大の家屋を再現してですね、 焼夷弾の実験を繰り返したわけですけどその時にレーモンドが、えー、日本に詳しいということで協力するんですねですから当然その畳とかちゃぶ台とか襖とか焼夷とかってものはないわけですけれども、えー、畳なんかはわざわざハワイの料亭から運び込んでまで、えー、忠実に再現したでその時にレーモンドが日本の木造に詳しいということで協力していたっていうですね まあ非常にそのダークサイドの話が残されていて、えー、このことのまあ解明というのは、実は三沢さんなんかも手がけておられたんですけど、まだはっきりしたことは分かってなくて、ですねいずれやっぱり明らかにする必要があるだろうと思ってます。で、そんなレーモンだったんですけども、あの戦争終わった後はです、ね、あの逆に日本の復興を助けたいということで、えー、マッカーサーに手紙を書いてまで再来日を果たすわけですね。 最来にしたレモン,ンドはあー最初に手がけた大きな仕事がこのリーダーズダイジェストで、まあ、当時日本では資材もないし建築制限もあって鉄筋コンクリートの建物を誰も建てていない中にいきなり、えー、竹橋のですね彫りタにこうリーダーズダイジェストっていう、えー、アメリカの雑誌社の支社ができます。これのやっぱり 影響力ってすごく大きくてあの、単元建造の広島の平和記念資料館、あるいは、まああのまあ、ここで実際に勇口もあの庭園の設計と彫刻を手掛けるわけで、いろんな意味でアメリカの文化が初めて形になって目の方に現れたで。レイモンドが日本で学んだ、先ほどお話したように構造体が表しで、えー、建物の中と外が一体になる。ですから、これ外見がなくてですね、前面から座り。 あのインサイドアウトっていうふうに彼は言ってるんですけど建物の室内で執務する、えー、人たちがこの目の前にある皇居の緑を手に入れるために壁を作りたくなかったっていうですね、まあ、そういう画期的なデザインをするんですね。で存命中の方でいえば牧文子さんなんかもこのリダーサイエンスに非常にびっくりしたっていうふうにお話しされていました。 でこのレイモンドは、あのこのリダ・ダイエストの現場が終わったときに麻布に自宅と事務所を構えることになるんですけど、これがおそらく今お話してきたあの2年ほど前の,あの夏の家から始まったですね木造の理解、それによるレイモンドのスタイルの一つの完成形を初めて形にした建物だと思うんですね。非常にシンプルなあの肩流れの屋根をあの 2つ組み合わせて、えー、高窓も含めてあの全面障子を張ってですね非常にシンプルな交体を作って、えー、作ったオフィスですよねでこれはオフィスだけじゃなくて彼らの自宅がウィングに開かれていてまあ縫い火とあのレイモンが食事をしている風景なんですけどこの場所は非常に好んだっていうふうに言われてますねでこれ見るとあのやはり建物の中と外を一体にする 夏の家で味わったことをかなり洗練させた形でここで実現していることがわかりますで、これができた頃にまああの一つの庭戸になると思うんですけど私は日本からたくさんのことを学んだその中で最大のものは生活の原生であったということですねまあ、こういうふうなあのレイモンドが一つの形を作っていくで、やはりあの夏の家って を過ごししたた経験とうのがあのやっっっぱりずっとあったんでしょうねちょうど夏の絵の30年後になりますけども同じ軽井沢の場所を変えてですね新しいスタジオを作りますしほぼ同じ頃に吉村吉村で森の中の家自身と別荘を作るわけですねですからあの本当に1933年の夏の絵から始まった、まあ、2人の まあ、あの日本の伝統、まあ、それは世界共通と見えると思うんですけど、そういうものをあのここで見つけていった。で、これも印象的な写真が残っていて、あのこれはあの森の中にの担当をされた平尾さんから教えていただいた話なんですけど、1975年、あの実はレモンドは最終的にやっぱりアメリカのニューホープに戻りたいということで、えー この前年ぐらいの時にもうあの東京の事務所を閉めてですね、日本部に戻るわけですけども、それで日本に戻ったレーモンドにですね、1975年にあのその仕事があって、吉村さんが平尾さんと一緒に、えー、日本部に行った時に、あのまあ、せっかくだからあーレイモンドの、えー、自宅を訪ねて帰ろうということで、えー、最後の、あの 立ち寄ったらしいんですねで平尾さんの話では、ナンバーポイントを取らずにいきなり行ったので、えーはいいや、タクシーの運転手にですね、もしもレイモンドがいれば挨拶するけれども、いなければそのまま帰ろうということで、タクシーの運転手にちょっと見てきてくれということで、えー、先に行かせてですね、でタクシーの運転手が、えー、と大きな丸を作って、レイモンドがいますよということが分かったんで、まあ、吉村さんが、えー、玄関の方に歩いて行ったらですね、 向こうからあのレーモンドが出てきてで大声で純ぞーと叫んでですね二、まあ、人が抱き合ったっていうのを平尾さんが目の当たりした。でその時のこの団らの風景で後ろに立っておられるのは平尾さんなんですけども。 え実はこの翌年にレーモンドが亡くなるんですねですからこれが師弟の,の最後の再会という形になるそういう印象的な写真が残されています。でまあ,あの吉村さんが何を求めたかっていうことなんですけどもあのいくつかやっぱり大事な言葉が残っていてですねこれはやはりあの吉村さんが両国のご服屋さんで育って 関東大震災の前の木造の文化の中で育ったっていうこともそうだしそれからニューホープで目撃したクエーカー教徒たちのこともそうですけれどもなんか建築の原点ですよねそれは最初にお話した山本節郎や小和二郎が見かけた吉村少年も見かけた関東大震災の後に本当にこうあのバラックを作って雨陀をしのぐところからもう一回やり直さなきゃいけなくなった。 あの庶民の人たちの生活を見た時に感じたことでもあったんでしょうけど、まあ、建築の一つの使命は人間が縦穴住宅を作る頃から一番少ない労力で一番少ないマテリアルでいかに一番楽しいスペースを作るのかっていう哲学があったおそらくあのこういうことを面々と続けてきたことの先にレーモンドが感激した日本の木造の文化があったんだと思うんですよね。 でこれあの吉村さん晩年に語られている「建築私との出会い」というエッセイの中なんですけど自分の建築家としての,あの歩みは自分が振り返るときにです、ね、生まれ育った江戸の伝統を引く東京の下町の空間体験を無意識の核としながらその素地の上に京都奈良京都など古都を中心とする日本の伝統建築から学び得たこと。 それから世界の異文化との交換の中で進化させ、その原点を大切にして今日まで歩んできた。これが今、今日ご紹介した、まあ、吉村さん自身のやっぱり歩みそのものを語っている言葉だと思うんですよね。それでこれは実はあの昨年、実は残念ながら亡くなられた平尾さんからですね、 2014年にお目にかかった時にあの渡されたメモなんですある講演のためにどうも吉村が作ったメモ書きが残ってるんで、まあ、参考までにこれあ,のあ,のあなたに渡してみますよっていただいたコピーなんですけどどうもですねこの内容から言うとですね 78年に岐阜で講演されたでこれはあの新潮社の「火と水と木の歌」という本の中に収録されてるんでぜひそれを読んでいただくといいんですけどあの内容的にそれにもつながってるようなのであのまあこれ確証はできないんですけどその公演のメモじゃないかと思うんですけど、まあ、ここにあの建築とは何か。 っていうのは人間とは何かっていうことを考えることでもあるとかですね、えー、それからその健康能率安全心理光風こういうものがでも最も大切なものは心理なんだこれが基本なんだよつまり建築が人々にどういう感情をこう与えてくれるものなのかってことですよねで自分の経験から言えばまああの本当にあの建築家の仕事は素晴らしい鋭利のことではないし 年、まあ、を重ねてもできる仕事だし人々のための仕事であるでその代わりその社会的な責任あるいは地球的な責任があるよだから本当にあの難しい職業でもあるよって書いてあって良心、まあ、を守ろうそれからまあ医者とかまあそういうのに近いというふうに書かれていてで建築家としての生き方は役者に近い非常に不安定だけどもでも自分で決められる仕事でもあるよね とといいうことでで、まあ、かにこう建築の仕事がですね社会性を持ちながら非常にやりがいのある仕事だったかで何よりも人の,、まあ、あの,人,のため人々を幸せにするための仕事であるということを、まあ、書かれているんですね。まあ、これが多分吉村さんの根っこにあった建築家としての姿勢だなんだと思います。はい、あの簡単ですけどもあの 今回の展覧会に向けてですね、あの現時点で私が分かっていることをお伝えしました。えー、とちょっと余力としてですね、あの本展覧会に至るまでのちょっと個人的な経験が多いんですけども、ご報告だけしておきたくて、あのちょっとお話しさせてください。 えとそもそもはですね1980年に私があの前川邦夫という建築家の事務所に入ったことが大きなきっかけに実はなってるんですね。まあ、あの前川邦夫と吉野純三は先ほどお話したようにあのレイモンド事務所の同僚でもありましたしあの非常に交流があったようですね。でそれから今回すごく興味深いんですけども。 あの先ほどあの東京美術学校時代にですねあの吉村純三が大沢三之助っていう先生からえ学んだということが言われてたわけですけどあの今回吉村孝子さんご遺族のところから見つかった面白い資料があってあの大沢三之助さんがですね実はあのイギリスに留学していてえ家具の歴史とかですねあるいはその田園住宅について学生たちに話していたんですけどその家具の講義の 奥義ノートをですね、えー、吉村さんがあの取っていてそのノートが見つかったんですねで、すごく驚いたのは大沢さんのつのですねあのご子息の大沢三郎さんという方今この写真に出てるんですけど前閣僚の隣に写ってるんですけども えーとこの大沢さんはですね実は前川邦夫事務所のあの1936年の初員、えー、第1の1935年に独立する時はレーモンド事務所から、えー、3人の部下を引き連れて前川さん事務所を設立するんですが、えー、事務所を設立した後半年後にですね、えー、36年の4月にあの 初めてその新,人新人を取るんですけど、その第一はこの大沢さんなんですね。で、実はこの大沢さんは僕が入所したあの1980年、まだ仕事をされておられて、実は戦前戦後のです、ね、前川さんのデザインの万頭閣だった方なんです、僕もいろいろ教えていただいた方なんですけど、まさかそのお父様が東京美術学校で吉村寺郎と教えていた、で、出住宅とか家具のことを教えていたということで、非常にびっくりしました。 まあ、あのこれ、若手の商員とたまたま一見、チェ会のシジの出版記念パーティーのときの写真が残っていて、ですねこの,あの後ろ髪で写っているのが私です。それで、まあ、わずかこのあの4年後にです、ね、毎回クリアが亡くなってしまうんですけど、このときに非常に思い出深いことがあって、この3日後にあの自宅、目黒の自宅でお通夜が。あの 営まれたんですけどもその玄関先で私が誘導係で待っていたらですねそこにあの吉村純三が現れてあのやはり前川君にはすごく敬愛されておられたのか、まあ、二を立ちして涙をこらえていたんですねああやっぱり前川さんと本当に親しかったんだなっていうことが分かりましたでその後にですね僕は吉村さんに一度だけインタビューに行ったことがあって まあそこからあの吉村さんのことを少しずつやり始めたことになります。それからやはりマイカーがなくなった後に非常に大きな動きとしてあったのがこの神奈川県立図書館音楽堂の,あの周辺一帯を全部再整備してオペラハウスを作ろうというです、ねまあ、バブル経済の勢いに乗った大規模な開発計画が突然浮上したんですね。 でこの時にあの本当にあの戦後の建築が危機的な状況を迎えててであの神奈川県立都市間音楽堂だけじゃなくてです、ね、神奈川県立近代美術館あるいは晴海のアパートに津会館東洋映画の小学部法政大学大阪の新歌舞伎座ですね、まあ、本当に1950年代は実は日本の近代建築にとってゴールデンエイジと言われるぐらいですね華々しく あの戦後の復興期にあの建築家たちが初めて手にした、まあ、新しい考え方で建築をどんどん作り始めた時代なんですけど、まあ、50年あたってですねあのどんどん取り壊されるって話が浮上しましてご覧のように、えー、上の2つは残ってますけど下のものは全部取り壊してあの姿を消してしまうんですね。でこういうふうにあの戦後モダニズムの危機が非常に叫ばれる中で。 あのやはりその戦後の建築についてちゃんと検証しなきゃいけないんじゃないかっていう動きがあってですね、で、実はあの、建築文化っていう雑誌でですね、亀谷信夫さんっていう編集長が企画を立ててくださってですね、えー、とモダリズム・ジャパンっていう連載をしようということになって、で、その,あの企画委員会にあの誘っていただいて、えー、内田義雄さんと藤岡弘先生 あと3人であの初年度の企画を立ててですねで、最初にやっぱりどうしても気になっていたので、えっと、リーダーズダイジェスト、もちろん現像しませんけど、先ほどご紹介した、したまあ、最初の出発点とも言えるような、このリーダーズダイジェストについて、僕が担当、執筆する機会をいただいたんですね。ま,あ、まだ前川国語の事務所にいた時代なんですけど、でこの時に初めてですね、僕は、実はそのレイモンド事務所にお邪魔して、 それで先ほどご紹介した戦前のディテール州に吉村順三の後に入られた天野正治さんと石川恒夫さんがまだ両方ともあのお元気で事務所におられてですね、でまあ、僕もあの毎回事務所にいたっていうこともあって、非常にこう歓迎してくださって、ですねいろいろお話聞かせてくださいましたし、この時に初めてあのレイモンド事務所の,あの図面類を見せていただいたんですね。 でここからまあなんかレーのことを書き始めることになっちゃってそれで実は、ね「リーダー・イー」の文章をあの三沢宏さんは非常に高く評価してくださってですねえこれもあの戦後50年で同じ話なんですけどどん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 その戦後の建築が失われる中で「弟子の見た巨匠の世界」っていうあのあのシリーズであのたまたまあの三沢さんの軽井沢の ところで呼んんでででいいいいたたただだてすすすねね、えー、る機会をこれ以降その三沢さんにはいろんなところで退団の機会をいただいていてで実はこの時に軽井沢であのお話しする機会の時にですね初めて泊まった翌日にですねあの俺が案内してあげるからついてこいって言われてレンタサイクルを借りてですね軽井沢を走り回って 吉村さんの森の中の絵も外だけ見ようって言って初めて見たのが吉村順三の,、まあの始まりですね。それから大学に入る直前なんですけど99年に、えーまあ、今みたいな話でレモンドの展覧会にたまたま協力する機会があってですねギャラリー体制で、えー、林美沙さんが企画されたんですけどそれに企画協力して、まあ、レモンドの あの展覧会を初めてやったんですでこの時に実は「あのドコモモ」で一緒に活動を始めていた中原真理さんが非常に尽力してくださって先ほどご紹介したニューポープの戦前のアトリエで一緒に吉村と仕事をしていた人たちにわざわざインタビューに行ってあのビデオ撮影してくださったりですねそういうことをしてくださったんですねそれでまあ一方でちょうど「ドコモモ」の活動が ちょうど始まったばかりで98年に「あのドコモ」の初めの20セントを選んでこの委員会でも中原さんとご一緒していたんですけど、えー、それの展覧会を神奈川県立近代美術館あの危機的だということで神奈川県立近代美術館、えー、であの 巳さんとかですね、やすひとさんたちのご尽力で、神奈川県立金美術館の別館で、ドコモの20選って初めて2000年にやったんですけれども、その20銭に選ばれた群馬音楽センターを選,ば選んでいたので、その巡回を高崎市の美術館に持っていってですね、まあ、その時にこの群馬音楽センターを、あの ポスターチラシの,あの写真として使ったんですね。でこの時に実は現地であのシンポジウムをやったんですけどそれに登壇したのが、まあ、健太だしい大島さんなんですね。で三沢さんとは2005年の生誕100年の万博入展に合わせた青森、えー、で、えー、森内さんという方が作られたあの雑誌の創刊号で、えー レーモンドの話コロヒジゼの話マイカ閣僚の話をするそういう機会もいただきましたそれからあのドコモでは100選っていうのもあの選んでいくんですけど、まあ、20選も100選もですね縁があって私があのキュレーター選定員でもあったんですけどキュレーターをやらせていただいてでこの100選の中にですねあの初めて吉村順三の作品として まあ、坂倉前川と共同した国際文化会館とそれから虎ノ門にある NCR ビルそれから吉村さんの別荘の森の中の家を百選に選んだんですね。で実はこの百選の展覧会の時に一番苦労したのは実は東京芸術大学にご遺族が寄贈して収蔵されていた設計の原図なんですけどなかなかあの、まあ、あの貸し出しが難しい状況ではあったんですけどたまたま当時 吉淳との校庭で今回のシンポジウムお話しくださっている益子義弘先生が副学長されておられたのですこ、えー、先生ご本人がですねわざわざその原図を貸し出しを自分でやってくださってそれであの原図もあの展示することができたんですねでその後あの先ほどご紹介した「あのニューホープ」うん フィラデルフィアのペンシマイ大学の博物館で行われていたアントニアンのルイミ・レイモンドの展覧会を日本に巡回させることになって鈴木裕之先生を中心に、まあ、こういう実行委員会が結成されてですねカナッケル近代美術館で開催したんですね。ここの時に実は、えー、せっかかくだからとということで あの追加の選定として選ばれたジョージ・ナカシマは唯一日本に残した桂のカトリック教会を紹介しようということを提案して、えー、私の当時の大学院の学生の後藤良子と谷森智子がですね、まあ、偶然ですけど、この直前にジョージ・ナカシマのニューホープのアトリエを中原真理さんがツアーしているツアーに参加して帰ってきたばっかりだったので、えー、彼女たちにあの無理をして作ってもらいました。 これがその模型で、今はこの桂のカトリック教会にあの、えー、収蔵されているんですね。で、まあ、そんなことをやっていたら、皆さんがあの、この場所を再訪するんだっていうことを聞いて、その時にあの、撮った写真です。皆さんご夫妻と、それからまあ、弟さんのケビンさんが写ってますし、それから、あのジョージ中島の家具をずっと制作されておられた桜製作所の長見さんご夫妻。 それからこの教会の信者でこの建物をあの守ることに重複されている東京・京都市立芸術大学の漆作家の栗本さんと一緒に写った写真ですね。それからあのこの 吉村さんの建物でやっぱり愛知県立大学っていうのも今回紹介しきれなかった非常に重要な建築なんですけどもこれはたまたまその記念ギャラリーでですね2007年に、えー、展覧会が開かれていて、えー、奥村明夫さんあの一緒に一緒に組んで、えー、東京月大の教授として月大学の設計に携わった奥村さんがたまたまこのいらっしゃってこの愛知県立大学の模型の前でご説明してくださった時の写真です。 でまあ、これ実はあのこの2009年にですね10年にかけて、えー、ここの建て替えの問題が起きてきまして奥村先生はその検討委員会に発行があにもかかわらずですね、えー、どうもその,あの大学の計画が吉村の建築を大事にしてないあの自分たちの言っていることを聞いてもらえないということで。 まあその検討委員会を辞任され一方でドこもでこの愛知県大学を選んでいたので私もあの大学との,あの委員会にあの代理で出席するようなことで議論をしたこともあってあの非常にこの愛知県大学についてもあの本当に OB の方々が尽力されている姿を見ておりました。 でこれもまあ偶然なんですけども、たまたま2011年にです、ね、あの京都でもやはり禁断建築がどん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 壊されていくのでえ京都に中に残るですね、ダンもモ建築を紹介しようという展覧会を、まあ、あの当時の教員総出で、えー、私はちょっと責任者を務めてです、ねえー、こういう展覧会を開いたんですねでその時に、に、えー、吉村の建物として同志社大学のアモスト館のゲストハウスとそれからホテル藤田京都を取り上げました。 でこれもあの印象深いんですけどあの展覧会の翌年に取り壊しになってしまうわけですけど実はそのことの計画があったもんですからこのホテル藤田の取材ができなくてですね、えー、あのもしかしたら展示できないっていうことを平尾さんにお伝えしたら平尾さんがですねあの吉野事務所の,あの,あの最長老の上田さんに話をしてくださって上田さんは藤田観光の会長に会いに行ってくださって。 えー、あのそんなこと言わないでちゃんと取材をして展示をさせてやってくれということでそれでいきなり OK が出てですねでこのホテルフジタの取り下ろしとかあの模型制作それから図面展示ができたっていう経緯がありますでまあ残念ながらこういう形で閉館されて今リツカールトのホテルに建て替えられてるわけですけどもまあそういう記録はできたんですねそれからまあ農社大学にこういマスとかのゲストハウスが残っていて これも大変素敵な建物であの今回ちょっと紹介しきれなかったんですけどあの本当にあのそれ自身もあの非常に貴重な経験でしたで。それから今回紹介しているその高広亭についてもですねあのそのんが亡くなった後にあのにうちにがですねこの建物どうしようかっていうふうに随分悩んでおられた時に、えー、今の,あの住宅地産トラスト のこの建物をなんとか残して次の住まい手を探そうという活動が始まりましてまあ,あの吉野順三のシェガの一人で大高事務所から独立された野沢さんが非常に辞職されてですねそこにあの地元であのそういうことに関心あった吉道明さんそれからまあ,あの同じく木梨た敏子さんがですねあの関わってえー、とここであの 宗野さんの,の,あの作られた空間で,です、ね、音楽と建築の響き合う集いっていうシリーズを始められて私も3回目にちょっとだけお話しする機会があったんですけど、まあ、そういうことで最終的にはこの住宅遺産トラストが発足することになるその点の保存っていうことですよねそのことも小口美也義村の建築に関わった一つの流れでした。でそれからあの今回あの ギャラリーエクアドさんで展覧会が催されているわけですけど、今から11年前の2013年にですね、あの実は隠れた、えー、木造の教会が成田空港のすぐ近くに残ってるんだっていう情報が平尾さんと磯村孝子さんが届けられてですね、まあ、それにフューチャーした展覧会をやろうということで、えー、三立家教会と吉村純三の展覧会が開かれて。であのー リサにある吉村さんの別荘を気に入って譲り受けた下地明子さんと対談する機会までいただいたんですけどでこの時に実はあのこの展覧会をですね、えー、私のいた美術工芸資料館京都工芸専門学に巡回拡大展をしたんです翌年に。でこの時に実は、えー、東京展も含めてですねあの吉村潤との,その三立化協会について 現地実測して模型を作ったのがあ私たちの大学の私の研究室の2人の太田さんと久保田さんなんですけどまあこれもあの今あ三立化協会そのものに寄贈されて収蔵されてるんですね。でこの拡大点の時にあの吉村孝子さんと平尾さんの協力を得てですね <laughs> せっかくだからということで えー、吉村さんの住宅の模型を、えー、学生たちがあいくつも作ってです、ね、展示してあの高子さんにも来ていただいた広矢さんにも見ていただいたんですねここれがちょうど今から10年前のことですでそれから今回,あの今回の展覧会に直接つながることとしては、えー、と吉村が残した脇きた数の三層アトリエですね。 えそこで脇田美術館の,あの岩田さんがですね学園の岩田さんがずっと企画を立ててくださって「えー、建築ワークショップ」っていうシリーズの中でですねあの平尾さんとご一緒する機会を2013年にいただいてそれから続いてこれも印象深いんですけど今回のタイトルに近い形ですが吉村潤のずっと「アメリカ」というですねあのワークショップを。 えー、留学経験のあ,ある僕と前川事務所で同僚の横尾さんあの横尾さんは東京藝大の出身でもあるわけですけどそれから実は大変重要な吉村純三のインタビューをされていた長谷川隆さんと3人でやら,れややらせていただいたのはこの吉村順三アメリカというシンポジウムです。 でまあ、岩田さんが撮ってくださったこんな写真がこの間出てきて、あの平尾さんと長谷川さんと脇田美術館で、まあ、シンポジウムの後に話している写真ですね、まあ。お二人が今いない中で、お二人からやっぱりあの教えていただいたことを何か伝えていかなきゃいけないなって改めて思ったわけです。それから直接今回につながる話としては、まあ、あの カルイザーとニューホープっていうものをこうつなげることで、たくさんのことが見えてくるんじゃないかっていうことでご提案してですね、岩津さんと2人で、こういう企画を2019年に、ちょうどコロナの直前ですけども、この時にあの今、ニューホープのレモンドのアトリエを守っておられるお孫さんのシャーロットさんと、それから中島の不足女のミラさんと、それからケンさんと、それから まあ、当時あのフィラデルフィアの,、えー、のところであの活動されていた横山由香さんを応援、まあ、してですね軽井沢とニューホープをつなぐようなあそういうシンポジウムをやったんですね。 でやっぱりすっごいつながりは続くもんだなと思ったんですけどそしたら彼らもこの時にやはり少数層の問題日本とあるいはフィラデルフィアと日本という問題も彼らがずっと大事にされていて翌年の2020年に横山さんと、えー、ペンシュマイ大学の、えー、レアモンドアーカイブのあの キュレーターであるウィリアム・イトカさん、それからケンさんが執筆したです、ね、えこういう立派なカタログ展覧会とカタログが出ているわけですね。で、この表紙に、小風草に運ばれた部材の,あの箱のところに立っている吉村順三が写っているというですね、まあ、こういうふうにずっとつながってきたわけです。でこれ、あとは参考なんですけど、あの クエーカー教徒っていうことをあのはあんまり伝わってなくてむしろシェーカーデザインっていうことの方が先祖の,の美術館でこういう大きな展覧会があってあの聞いておられることも多いと思うんですけどクエーカーからさらに進化してシェーカーっていうあのグループが作られていくわけですけど、まあ、こういう展覧会で私にもあのクエーカーシェーカーっていうことに興味を持ってたもんですからたまたまあの 実際4年にあのドコモの,の世界大会がコロンビア大学で開かれたときに立ち寄って、えー、マサチューセッツ州のハンコックというところにあるシェーカービレッジ、これが実は1960年まであの本当に普通に暮らしが成り立っていたということで、実はここに吉村さんも行かれていたようなんですね、まだ、あの今は、まあ、あのい,いわゆる美術館みたいな形なんですけど、当時ここで生活を頼まれたときに吉村さんを見に行ってるみたいで。 まあこれは僕が撮った写真なんですけど、まあ、本当にあのここにもですねあの吉村さんが感激したような風景がまあ非常にきれいな形で残されていてです、ね、こういうものを見ると吉村さんがたあの見たものを僕たちが今こう確認できるようなあのこういう道具類なんかもう非常に美しいですし。 まあこういうものを見る中で、あのー、彼らが見ていたもので今の私たちの暮らしの中から見えにくくなったなんかすごく大きな歴史の宝物みたいなものがですね見えてくるんじゃないかなっていう印象を、あのー、改めて強くしています。でこのカタローの中にシェイカの言葉としてあのレーモンで吉村が言ってることとほとんど同質のようなことが書かれていたのでそれをご紹介して終わりにしたいんですが。 美は有用性に宿る高い利用性を持つ者は同時に偉大な美を有している。有用性に支えられていない全ての美はやがて味けないものになり、いつも何か目新しい彼のものが必要になってくる。一つの場は全てのもののためにあり、全てがその場の中にある。私たちは皆、言葉と行いにおいて、簡素でかつ平面でなければならない。 まあ、あのこういうことをですね、やっぱり吉村さんがすごく大切にされて、そしてなおかつやっぱり楽しくあの作り続けてきたんじゃないかなということをあの、今回の展覧会を通じてですね、あの皆さんと再確認できたらいいなというふうに思っております、はいあの。私の発表は以上です。ありがとうございました。 それではお時間になりましたので、あの今日のシンポジウムを始めたいと思います。あの今日はですね、本当にあの満席の満員でして、あの本当に皆さんお越しくださいましてありがとうございます。ちょっと今日はあの密であり少しあの見えにくいとかいろいろあるかもしれませんけれども、どうぞ2時間あの楽しんでいただければなと思います。で今日はあの大変あの講師の皆様のあの人気も あることながら、この吉村純三さんのこの人気の高さをあの改めて感じるような学,ば学ぶものがいかに多いかというお話があの盛りだくさんになるかと思います。で、今日はですね。本来ですと、あの松熊宏さんのちょっと基調講演というか、プレゼンテーションがあってから、あの対談という流れを予定してたんです。けれども、先生の方からあのこの？ こんなな貴重な機会この先生方の今日ご登壇の益子先生そして林さん藤井さんそして大沢さんのお話を聞く機会はもうほとんどあのもしかしてないかもしれないとなので <laughs> すみませんあのこんな全員が集まることがめったにないということでこれはこの4人の。 でも皆さんとっても仲良しであのしょっちゅう個人的には集まってらっしゃるそうなんですけれどもこんなところまで来てくださることはめったにないということであの今日はこの4人の方々のお話を存分に聞こうということになりましてあの松熊線さんの、えー、基調講演は Zoom で私の方が収録し,てますしますのでそれがあの後日公開映像に。 追加されて、あの、皆さんにお届けするということを考えておりますので、どうぞ、それをお許しいただければと思います。じゃ、早速ですが、今日は、あの、松隈先生が、あの、司会をなさってくださるので。あの、マイクをつなぎしたいと思います。よろしくお願いします。松隈です。よろしくお願いします。<laughs> えっと、今、あの、ご紹介いただきましたけど、あの。 おじけづいて僕が辞めただけなんですけれども <laughs> あの今日はの会場に来られてる方々も本当に関係者ばっかりで僕みたいな本当に門外漢が「お前吉村何が分かってんだ」ってすぐ怒られちゃいそうな話になっちゃうのであの僕の話するよりも皆さんの話を聞きたいなということにしましたで実はあの今回の展覧会自体がかなりよく間に合ったなという展覧会なんですけど。 あの岡部さんとそれから田中敦子さんとそれからあの本当にお世話になったんですけ脇田美術館の岩田さんがですね僕の大学に来てくださったのが5月の18日ですそこから7か月で今回の展覧会を全部組み立てましたそれからあのたまたま僕が縁あって神奈川大学に来たもんですから神奈川大学の先生方と学生たちを総動員して10月から2か月で模型を作りました。 で最後の八ヶ岳の見学会は11月の20日なのでよく模型作れたなっていうスケジュールです。で実はの吉村展というのはあの皆さんご存知のように2005年に東京藝術大学で展覧会を開いて以来あのまとまった形ではやってないんですね。で竹中工務展さんの英国とのギャラリーでは2013年に三立歌協会っていう実は隠れざる作品として。 あの吉村が生前あの唯一手がけた木造の教会があの成田空港のすぐ近くにあるんですがそれを紹介する展なんかをやりました、まあ、あとあの今回直接つながるところで言えば秋田美術館であの建築近代建築デザイン講義という形でですね、えっと、最後に2019年に実は えと今回の展覧会で協力していただいたあのレーモンのロマさんのシャーロットさんとそれからケン・タだし大島さんとそれからあのジョージ・中島のお嬢さんの皆さんをお招きして軽井沢で軽井沢とニューホープの交流のことについてあのシンプルジウムをやったそれがまあ今回につながってます、まあ、あのそんなことであの吉村って本当に久しぶりですしあの本当に正直こんなにあの反響を言うとはっていうか ごめんなさいあの本当にあの実は将棋会含め東京芸大の,あの本当にあの吉村の関係者に全く事前にあのお怠りもせずにあの吉村貴子さんとそれから吉村純三記念ギャラリーの近藤さんと松島さんに本当に尽力していただいてなんとか青い木と駅であの初日を迎えたっていうのが正直なところです。ですから今日のシンポジウムも実は内容がよく分かってなくてですね。<laughs> 今日何が出てくるかわからないということでただあのこの間実は猪駒亭であの沢さんのお宅でこの間お話したときにあの実は吉村さんについては意外と結果は知られてるんですけどその設計の途中段階なりにスタッフとどういうやり取りをして製図してどういうふうに考えながら吉村が設計を進めたのかとかですねそういう意外とプロセスの話はほとんど今まで出てこなかったんですけど。 まあ本当にその話をしようよということになりましてあの今日は最初に口火を切っていただくの増子先生なんですけど本当に貴重な話であのご自身があの吉村順三と設計を手掛けられた2つのことについてまず増子先生に口火を切っていただきますそれからあの順番ですか林さん藤井さん大沢さんの順にあのそれぞれが吉村順三とどういう関係でどういう仕事をどういうふうにやられて。 で吉村さんが一体どういうことをあの考えながら設計を進めておられたのかについてあのお話していただこうと思ってますのであのぜひあの僕も今日初めて聞く話で楽しみにしてるんですけどよろしくお願いします。ってなことでツ <laughs> <laughs> 子先生からよろしくお願いしますあの松子でございます。 今松隈さんがさっとお話になって、えー、さっきここに来ましたらあの最初の約束ではね松隈さんが歴史,的歴史家の,あの目線から吉村順三の時代的な位置づけや理念やそのあたりを脈絡づけて、えー、一通りお話をしてくださるとそういうあの約束でいたんです。 あじゃあ松隈さんがそこまで整理して向かってくださるんであればあ僕は僕で本当にささやかなあの建築に向かう駆け出しの頃に先生のもとで経験したことをもう正直にあの昔の資料を引っ張り出しながらあ皆さんにお見せするそんなあの役割でいいなっていうことであの今日参りましたところが今松隈さんがおっしゃったように前段からパッと振られちゃったものですから あ、皆様、ちょっとこんな幼いこと、をお見せしていいのか、今もなお迷っておりますけれども。もう、あの資料はそれだけしかありませんので、<laughs> あの、お話をさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> で、あの、今言いましたように、あの、えっ、ー、と、吉村先生のもとでは。 私は芸大に東京芸大に1960年に入学しましてね66年に大学院の修士を終えて助手になったあのしばらく芸大の中に身を置いたんですそんなここに芸大吉村健法仕掛け助手の頃なんていうことを書いてますけれども先生のお部屋に無理に机を運び込んで まあちょっと事情は違うんですけれどもあのそんなことからあの先生のもで、えー、ここに書きました「観音崎の戦没船員の人」それから今回の展覧会の「吉村順三とアメリカ」という関係でささやかに関係のあるロックフェラー邸の最初の,あの構想づくりですねそんなことを本当に本当に駆け出しの未経験の若造の時に。 先生のもとで経験させていただいた。まあ、その、あの、経緯を。ざっとお話をしてみようと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あの、えー、吉村県お仕掛け女子の頃の、あの、書きました。ちょっと遠くの方はもう見えないので。私も覚えのメモとして。あの、かい。あ、あ、そうですか。うん、あの。<laughs> 僕が芸大の学生から追、えー、終えて、えー、助手として残っていた頃のお話なんですねでその頃あの多分、うん、私と同世代の近い方であれば経験されていると思いますけれども芸大に限らずいろいろな大学であの研究の一環として学内で設計をするという設計活動をするという。 そういうい場面がありました僕も大学の学部を終える頃に吉村先生と奥村明夫先生が中心になって愛知芸大のキャンパス計画を教室の中で取り組んでそれがメインの一つでありましたけれども他にも他の先生方も教室の中で設計を の活動もされていたんですねであのそんなことが一つあったのとそれから私があの大学を終えた頃にえちょうどの大学の,あの制度として助,助手として残れるというあの制度ができましてね、えー、あじゃあ学校にいてもうしばらく実際の設計活動を見ることもできるし、えー、過ごすことができる。 そんなんで死亡して大変お給料安い立場でしたけれどもの場者として残ることにしましたその大きな大きな要因はここにも書きましたようにやっぱり吉村先生がおられるというそれが軸になっていたと思いますそののあの教室の中の教授陣先生方はそれぞれお部屋を持っておられたのですけれども まだその頃は学生を含めた研究室活動という形は取れておりませんで先生方が芸大に見えた時に、えー、時々そのお部屋におられるというそんなような形の研究室だったんですね。であの吉村先生は大変こうお忙しい立場で1週間に1回 えー、見えるであの大学の会議とかそれから学生のエスキー室に、えー、1週間に1回ぐらい見えるということであとはお部屋空っっぽだったんですそれでねあの先生にお願いしてあの先生その,方あのお部屋の片隅に机を置かせてくださいということであの入り込んでしまっそれが先生の音で しばらく時を過ごすきっかけにあのなりました。あの時代的に時期的なことで言いますと、これがあのその頃の年表ですけれども、左側に吉村先生の作品を作る設計活動の作品群があのあります。それから右側の方があの芸大の方で。 取り組んでいく状態を示していますけれどもご覧のように NCR ビールそれから軽井沢の,あの山荘それから新宮殿とか湘南の茅ヶ崎の家とか青山タワービルとか、まあ、早々とあそうそうたる後の代表作になるものが次々と,と取り組まれていたそんなあの時だったんですね。まあ、そんなことも含めて先生は 大学の方には一週間に一回ぐらいしか見えない。で、そんな頃のあの青山タワ,タワービルとか全勝負の家とかこういうものができているあたりで、えー、私がその助手として先生のお部屋にあの入り込んで取り組んだのが1968年69年あたりのあの二つのあの事例でしたんです。あいもう一つちょっとそのトピックス的なことを言いますと。 やっぱりこれも私と同じぐらいの世代であれの方であれば覚えていらっしゃるかもしれませんけれども今もあの新建築の住宅コンペっていうのが続いてますね、えー、その頃最初の頃のコンペだったと思いますけど後ろの先生が審査員になられて「向こう三原領土なり」っていうテーマであのコンペをされたんですね、まあ、そこにいろんな方が応募されてあのアメリカにおられた、えー、その頃 <laughs> 内藤 さんとかが向こうのお仲間と一緒になって応募して一等当選するとかそのコンペの提出作品をちょっと先生の脇で整理をしたりとかそんなことをしたことがある、まあ、そんなような時期でありましたであの「お仕掛け助手」なんて書きかえいましたけれども ちょっと思い返すと事情が少し違ってましてねちょうどその女子として残った頃に芸大の方にある団体からあの今治の大戦で亡くなられたあの民間船の船員の,あの死を記念するあの日の計画への相談があったんですであの学内で検討の上でこの計画に全体のその環境計画を 吉村造先生がそれからまたあの祈りの像彫刻家の菊池和夫先生が関わるということになりましで、それが教室の建築家教室の中でどう検討されたのかそのあたりの経緯ちょっと省きますけれども助手、えー、でいるマスコに関わらせてみるかとでもいうお話になったんだとある日先生から「君やってみるか」なんていうお話がありました。 まあ、あの全くその未経験ではありましたけれどもあの喜んで関わ、えー、ることになりました、えー、そんなきっかけでじゃあ先生のそのもとで、えー、作あの取り組みをさせてください、まあ、そんなことも含めて吉村先生のお部屋のお仕掛けに呼あ助手と書きましたけれども、えー、お部屋で所属して。 先生の下でしばらくその設計や計画の経験をすることになったんですねで、この観音崎の戦没の戦異の日というのがきっかけになって先生の下でのこう計画に関わるわけですけれどもこの日に関してあの1968年の6月頃だったと思いますあの観音崎の広報室の年を 見に行く機会がありました。で、その時先生はもうあのその日先に疲れていて、えー、海をこう丘から見晴らしておられたんですね。で、こうその時の印象が非常に今もあの記憶に鮮やかに残っておりまして、吉村純三先生おしゃれな方でしたけれどもグレーのあの背広にもうあの本当に鮮やかな。 眩しいネクタイを締めて、あ、ほかに、あの上にすッと立って。周りを見渡していたんですね、かっこよかったんですね。<laughs> ああ、であの、思わず先生に、あ、綺麗ですね、言ったら。あ、吉村先生が。ちょっと照れたような顔をしましたけれども。あ、僕はね、敷地を見届けるときは。いつもとは、全然違う、こう、新鮮な気分で。迎かいたいんだよ、っていうようなこと、を呟かれた。<laughs> それがとってもの印象的でまた後々いろんな書院の方たちに聞く吉村順三の土地や環境の見据え方の,あの強さというかそんな場面の一つを見届けたような感じがしました。でそのあ <coughs> 丘の上でしばら先生と一緒に周りを見渡してとってもあの丘の上からあの <coughs> えー、浦賀水道の水平線がとても綺麗に見えたんですねあのそんな印象を僕も受けてで先生にあのその時だったかその後だったかあこれはあの向こうに見える水平線が日でしょうかっていうようなお話をあー思うままに先生にお話ししました <laughs> まあ先生もそんなふうなことを感じておられたんだろうと思いますけれども。 そんなことで遠くの水平線がモニュメントの中心になるという課題があの生まれました。これはあの先生がその海の方からお顔を見ているあの状態です。なかなか絵になりますよね。吉村順造っていうのは本当に何か。 鬼瓦とか一っての人たちがからかってたりしたことがあるけれどもまあほんとにあの様になるというかこの時も遠くから見てあかっこいいなと思ってました、まあ、そんなふうにあのつぶさに環境をこう、うん、見届けられて、えー、右にあるのがその時にした時に、えー、作ったエススモデルですあの僕が作ったんですね学生っぽいですよねなんか。 <laughs> 吉村先生というような関係が全然関係なくてないないぐらいのまあただ遠くにある水平線をどうやって人の印象に結びつけるかということが先生と一緒のお話の中のテーマになってたものですからそんなことをきっかけにしてこんな模型を作りました。その時先生ははあんまりり演出的にななすぎていいけないんだよ というようなことをいさめるようにというか静かにお話しくださったことがあの覚えております。で、いくつかいろんなエスキューレしました。あの丘の上に立つヨットの方みたいなそういうこう造形でその間を抜けて遠くの水平線と出会うというような、えー、素案が最初に浮かびました。ただ丘のだの丘の上ですから大変な強風も来る。 そういう中で構造のその時は漆の先生で私でしたけれどもからとてもとてもこういう構成は難しいんだっていう話ででそんなことを先生といろいろディスカッションしてながら作れる間に浮かんできたのがこの決定案でした。ご覧のようにあの高い三角の被壁モニュメントになるあの壁ですね。それをあの 折折紙のように折ってそれで構造的な強度を持たせるあのそれをあの行動の櫛の先生から大変褒められましてね「あ君これだったらばぶん薄いこう壁が立てられるよ」というようなことで,でそれで吉村先生も「あじゃあそれならばいけるかもしれないね」ということであのこんなあの決定案になりました。 えー、他に向かう階段でゲート的なものをぐっと絞ってで他のプラダから遠くの浦賀水道を眺めるというそういう子を出会うというそんな構成でした。で話をちょっともう急ぎますけれどもそんな素案で1970年の6月に着工して71年の3月に竣工します。 下の写真は先生とその遠くにある水平線が記念碑だというお話を繰り返し繰り返ししておりましたけれどもそんな遠くの水平線とこう応答する碑の文の,の席ですあいうですねそれをあの丘の上に置きました。で繰り返しになりますけれども吉村先生がこの時にお話になったのは そういう無形のものを人のこう感性に結びつけるには何らかのこうい形なものが必要なんだものが必要なんだまあそれがここの対比的な日の発想になったように思いますでこれが春行した時のあの姿ですご覧のようにあの私ももっと経験があれば。 いろいろなディテールをきちっと考えて先生にも提案して向かったんだろうと思いますけれども、えー、非常にこうなんていうかな素朴なことで吉村先生もあんまりその時にあのディテールについてはお話はあのされませんでしたけれどもあんまりあの小器用に下手なディテールをあの組んで立体化するよりはあ原型に基づいた。 形を置けばいいのかなということで、えー、そのまま見た、えー、めてくださったのかと思いますけれどもあのこちらにありますように、えー、三角の壁を、えー、折り紙のように折ったことでかなりこう薄いあの姿の日を立てることができましたまあ、この時あのいろんなことを 先生とのわずかな時間でしたけれども印象を受けましたのは、まあ、あの一番最初に言いましたようにあの吉村順三の環境を見定めるとても鋭い非常に克明なあの目ですねその環境や土地や地形をきちっと見届ける中から 空間像をこうき立たせていくというそういうあの姿勢それをその時僕も大,大変強く印象を受けましたそれからもう一つ印象に残ってるのはこれはあの仕上げがこんなふうにあのタイルが貼ってあります僕は最初観念的にもっとこうシャープなあの鋭い素材で、えー 仕上げるということを、先生にもお話をしたり、あのイメージを浮かべていたんですけれども。先生はその時に、君ね、もう少しね、ドメスティックな優しい素材で。あの、向かった方がいいんだよっていうことを言われたのがとても印象的でした。確かドメスティックという言葉を使われたと思いますけれども。そういうこう、人を跳ねつけるような、素材というのは、あまり使うべきじゃない。 むしろここに人を引き寄せて誘ってそして遠くの水平線に人を結ぶ、そんなことの意味も含めてあのあとあといろいろ吉村作品を考える時にそういう,こう素材判断というのを思うことがありますけれども一つのこう側面がそんな時のお話に現れているように うん、思います。だからもう一つこの時にあの先生との設計の過程で会話で記憶に残っているのはこれ全体が三角形でのモチーフで構成されていますちらっとその時先生が「君三角って悲しい形だよね」っていうようなことを言われた、えー、そういう形造形に対してそういう,こう感性を添えた。 何かことを言われるっていうことについてもちょっとびっくりをしましてんそんなことも含めてここはあのさっきもありましたように、えー、全部さ、えー、三角をモチーフにして、えー、平面も立体も構成をするというそれは吉村先生のヒントのもとにして、えー、構成に向かいました。<laughs> まあ、このように、これは現在の、あの、まさに現在の写真です。えー、丘の上で空気がきれいなこともあるんでしょうけれども。まあ、あの、とても、あ。綺麗に、保たれています。えっ、ー、と、いいですか、もうこんなことで。どんどん話していただく。<laughs> そうですか。<laughs> ちょっともっと早くに過ごさなくゃいけないんですけれどもさてここからがあの今回の展覧会にもちらっと関係のある「石村人蔵とアメリカ」というテーマとちょっと触れるあのロックフェラー帝の初期の構想スケッチを先生の下であでやらせていただいた時のあ記録記憶です。えー、ちょうどあの観音崎の日今お見せした観音崎の日 をやっていたその中でここに1968年から69年の11月と書いていますけれどもちょうどその時にある日先生がたくさんの写真を持って芸大に見えたんですねでカバンの中からバサッとこう数十枚の写真を取り出してあの机の上に並べて。えー 見られましたお話を聞いたらロックフェラー3世から住宅の設計を頼まれてその敷地の写真だっていうんですねまあだってその頃、そんなそのロックフェラー3世という存在やそれからその時に見せられたまるでゴルフ場みたいなあ写真。 その後あのアメリカに行ってアメリカの風土の大きさの中であのライトのタリアセンイストだとかああいう,こう大きなフィールドの中で生活が存在しているということを見届けることがありましたけれどもこの時は全くそんんな経験もありりまませんしししびっくりしましたでその中のお1枚を取り出して、えー、この2本の 大きな楓とニレの大木のあるこの辺りをロケーションにしようと考えてるんだっていうようなことを先生はおっしゃるでもそんなこと言われたって全然リアリアティがないわけですよねだってその頃そのヨーロッパやそれからアメリカのモダンな生活を僕らは一生懸命になって覚えさせられたり学ばれたりしたところですからねそこにこれだけのこう ゴルフ場みたいな環境と邸宅を考えるまあ,あちょっと先に進めますけど本当にねあの実際の場所が見届けられたらどんなに素敵だったろうと思いますけれども西の方にずっとこうあ,あのハダソン川が流れてるんですね <laughs> その両西に遠くに遠方する 緩いこう勾配の,あのロケーションで、えー、そんなことを想像しながらあのちょっと君もやってごらんみたいなことを言われたものですから、えー、一生懸命あの想像想像して絵を描いてそのロケーションをつかもうとあの努力した時のこれは作業です。全体にあの寸の勾配のロケーションで、まあまああの 結構なあの高倍の土地だったんですね。そこにあるこうニレとカエデの大木にそうようにして、えー、お家を作ろうというあの計画でした。でそんなことであの多分先生が あの事務所にあの自分の案を持っていくためのちょっとその前の段階のスケッチを考えておられたんだろうと思いますけどもお部屋の片隅に机をこう置いて僕に「あまあ、君もちょっと考えてごらん」というようなことでえお話になってえそれなりに僕なりのこう想像をこう巡らしながら。 取り組みを始めたこの時の時それがスケッチですまあいくつももちろんあの案がありましたけれども、えー、この時はあのおぼろげにこう中庭を囲んで、えー、プライベートなゾーンとパブリックな部分とがこう結ばれていくというような、まあ、そんなあたりは吉村先生が。 アイディアとしてお話になったのを受けたんだと思います、まあ、でもそれにしてもあの向こううのその不の邸宅なんてていうのはあ想像を超えてるわけですよね、えー、ライト風がいいかとかノイトラ風がいいかとか僕なりに僕らなりに、えー、学校で勉強したモダンデザインをこう頭に浮かべて、えー、スケッチをしたりっていうことがこの段階です。 だってね、これがあのロックフェラー邸の本邸ですよねこういう館に住んでいる富豪そういう生活がどういうふうにこう解けるんだっていう、まあ、そんなことであの基本的なベースをこう固めながら、えー、先生と共に、えー、図面化してそれに吉村先生があの研究室に見えるときにちらっと見ながらさっとこう 思うところを赤いミスでトレスしていくそんなようなあの取り組みがしばらく続きました。でもあの後から思い思うんですけれどもあの関ノ崎の日の時のもそうだったんですけれども、えー、こちらは本当に経験ない若造駆け出しの若造ですね。でもそれをあのそういう、えー、キャリアとか若造だというような向かい方というよりも。 今でもよく覚えてるんですけど吉村先生はまさにその時の課題の課題に夢中になって相手がそれに対してどういうことをプラス側で言ってくるかそれは経験とかそのキャリアでの問題じゃなくてそういう課題に対してどう向き合うっていうあたりを非常にこうストレートに受け止めながら向かわれる方だっていう印象がありました。 骨格が大体こう固まってきた時のもので、えー、プライベートなゾーンとそれからリビングやダイニングやそのパーティーや何かをやる時のややこうパブリックな部分ですねそれをソフトにこう中庭で結びつけて一つの住まいにするというそんなあのイメージがこの段階で出てきます。 でそんなことをやってる間にうちにある時先生が見えてあの会議と会議の合間に23時間時間があったんですね、えー、でその時に先生がねあの親指の爪をかみかみしながらあのなんかねあの必死になってあのスケッチを始められたあーなんか集中されてるなっていうその遠くのねあの部屋の片隅からちらちらっとこう見てたんですけれども。 かなりこの時間こう集中してあの先生書かれてであの会議の時間が来ましてねでそのスケッチをそこにパッと残してあの会議に書かわれてこれがその時の芸大のあの便箋の裏側にえ書かれた吉村善三先生のスケッチですほぼスケールとして200分の1でとてものスケールが正確だしそれからこうきっぱりとした シンプルなさっきのあのー、この図形から非常にこうシンプルなあのー、構成のイメージがここに現れてきます。で多分この辺りをあの事務所に持っていくそう案とされようとしてたのだろうと思います。でその時のあの脇にあったスケッチのこれもあ一つですね、えー。それぞれお部屋の 場所での居場所のこう重心をこう据えていく目線がこの家具のスケッチの中に現れてまあ読めば読むほどそのフリーハンドでいながら場所やスペースをこう見定める吉村順三の向かい方がこういう図面にスケッチに現れていると思います。それからここにあの三角の図形がありますね さっき言いましたように「あのカノン崎の日を」を設計している途中でこのロックフェラーのお話も聞かされたものですからこんなふうに「カノン崎の日」も一緒にスケッチをされたりしています。えー、そんなあのきっぱりとした非常にシンプルな中庭型のこうプランから。 それをベースにして何度も何度も図面を描きその都度先生が赤を入れる、まあ、事務所の方ではどんなふうなプロセスを取られたのか分かりませんけれども僕は僕で勝手ながらその助手として自分の思いで図面化をしてそれを先生が直していくというようなそんなあの繰り返しが続きました。 この赤で書かれたのがその都度先生が修正されていくスケッチです。でここに見えますようにさっきのフリーハンドのスケッチにあるような非常にシンプルな骨格が先生のイメージの中の中心になったのだろうと思うんですね。これもその時 合わせて吉村先生が作られた書かれたスケッチですで大体あの草案がベースになって、えー、構成ががまままとまりが見えてきますさっき言いましたようにプライベートなゾーンそしてリビングやダイニングやフォーマルなそういうあの生活の場合のパブリックなパーティーや何かを行って外部の方が見えるパブリックな部分が この中庭を、えー、仲立ちとしながら、えー、個性が組まれている、えー、おそらく先生は、まあ、この全体の住まいを一つのものユニティですねあの一つの生活の場ということをとても強く意識して 構成をされていったんだろうと思います。あ,あまあこのロックフェラーからのあのこのお住まいのあの希望も日本のあのああいうこう完結な空間性をベースとしながらファミリータイプのコンパクトな住まいを作ってほしいというそういうあの注文があったというふうに聞きました。コンパクトなって言っても結局は千二百平米。 あ,あのスケールが分かりませんよね。でこれもあのその時に、えー、立体を想像しながら夢中になってあの、えー、模型化したあの作業の,あのモデルワークです。でもねあのスケールが多分あのもう覚えてないんですけれども。 多分平面と立体のスケールの縮尺を僕はまあ間違えて分かんなかったんだろうと思うんですね。薄べったいですもんねあの、まあ、ほぼ後から完成したものを見るとそれに近いプロポーションですけれども、まあ、この時はあ先生から言われて想像想像を重ねてプランを中心に取り組んでいたあの時だったと思います。<laughs> そんな挙句に あの事務所にも持ってかれてある程度チェックもされたんだろうと思いますけれどもあ69年かの9月ですとかあの先生がニューヨークにジャパンハウスの設計の打ち合わせに行く予定があるその時にロックフェラーに会ってこの邸宅の住まいのお話もしてくる。じゃあだから ちょっとプレゼンをするし、とけよっていうようなことで書いた。あのこれが図面です。まあ、ほぼあのシアと近い構成になった段階で、えー、一通りの図面化をしました。<laughs> でもこの時びっくりしたのは、先生がその。 向こうの富豪だって日常の生活とそんなに変わることないんだよというようなことを言われたその自信がどういうところから来るのかちょっと想像を超えていましたけれどもでも実際にこの構成をあの見ますとねとってもあのスケールはスケールで大きいながらあの生活場として非常に分かりやすい分かる。 あの構成、まあさっきやったあのロックフェラーの本邸のようなああいう館ではない、えー、一つのこう生活場の像としてとてもこうシンプルな解き方ができていること、それを何度もこれを見返しながらあの今もよく思います。これが地下の部分のあの構成ですね。まあこのあたりあの林さんや 藤井さんからあとで補足して教えていただければいいと思いますけれどもそんなことでロックフェラーに見せるプレゼンをしとけよというようなことで書いたこれはあのパースでした <laughs>、えー、大変勝手な思いであのいわゆるこうパースペクティブなパースではなくて日本のこう掛け軸みたいな。 そんなプレゼンしちゃっていいんじゃないいい,いいんじゃないかなということを自分で考えて、えー、こんなあのプレゼントを、えー、で先生にお渡ししたことがあります。まあそれをロックフェラーに見せられたかどうかはあの聞いたは聞いてあのおりません。<laughs> まあその結果さっきのあの聖書したプラントほぼここ,このあたりがこう こちらに綺麗な森があるんですね最初のスケッチではこの辺りが中庭と結ばれて抜けていくロケーション作りをしてたと思いますけれどもこれが、えー、あのロックフェラーにプレゼンテーションしてから5年後に完成した、あのー、最終的な姿ですね。えーまあ、あの 自治体の空間とかそういう構成はあの後から写真を見ながらああこういう,こう想像力の中で作られたんだなとかいうことを僕は僕なりにこう想像の中でしかつながりを持ててはいませんけれどもあの大変大きないい経験をさせて,ていただきました。<laughs> でさっき言いましたようにこの時の取り組みでも思ったのはあの本当にこあの僕はその頃、まだ実際の建築経験もない駆け出しの頃でしたでも先生がそういうのをこう見下ろして相対するというよりももうあのさっきも言いましたように吉村純三はその時の課題になって課題に対して夢中になる。 それに対して相手がどういう,こう対応をするかそういう,こうあの反応というか向かい方で決してこう見下ろした若造相手の,あの向かい方ではなくてその都度とってもとっても真剣だったそんな思いがありますこのあたりも事務所なんかではどうだったのかなというふうに思いますけれども すみません長くなりましたこのようなことが私今日お話しできる一つですありがとうございましたあの皆さんいやこれ初公開ですか初めて多分披露された話です実のところ初公開です開先生に怒られるかもしれないと思いながら,らもうオープンにすることはもう今後もないだろうと思って今回の機会ですから えー、僕が持ってた資料から引っ張り出してあのご披露しました。でもあれですね両方とも結局その人工物を置くことによってその周囲の風景を手に入れるっていうかまさにそうだと思います。うん、それは先生のねあのその後のほかの取り組みや何かでも思うんですけれども建築の働きというものをそういう,こう環境や フードやそのロケーションと人のとどういうふうにこう素直に結ぶかあるいは新しいこうそのものによって視界が開けていくかっていうそういうねあの媒体として建築を考えておられたっていうふうに僕はあの想像するところがありましてあの自分なりにその後ものに取り組むときにそういう教えを大事にしておりますけれども。 あと印象的なのはあの豪邸だから大きな人が住んでるわけじゃなくて <laughs> 同じ人間なんだからっていうそこですよね。本当にねそういう地震ってどこから来るんでしょうね。ニューホープでのレーモンドのもとでねあの実際の向こうでの生活を経験するとかもちろんそんなことがあるんでしょうけれどもそれにしても大変な地震だなと今も思いますけどね。 トイレとかね、風呂って、出かけりゃいいって話じゃないのと。共通してる話だと思うんですけど、やっぱりこう。うん、適正なスケールをきちんとやっぱり分かってれば。どんなにちっちゃくても、どんなに大きくても、作れるんだよ。って、うん、そういうふうに、なか言われてる感じします、ね。どうでしょう、そのあたり。それこそ。事務所で、もうさんざん。お二人は、苦労されて <laughs>。ね。あの、ね、この後、だから。

このポカンティコヒルという大きな敷地は広大でしてその中に先ほど息子さんがこの,この右上の本,本邸というんでしょうか本館がありましてロックフェラー三世のお嫁さんになられた方があのいわゆるセレブとか いう家庭の人ではありませんで非常に平民の家庭のお嫁さんをもらったんですねでその方が非常にアートとかそれこそ日本の古い美術品などに造形の深い方でしてお嫁に来てこの豪邸に住むときにですねこんな豪邸に住むのは私はできないと言ったんですねでご主人の賛成さんに もっと小さい家を設計してほしいと頼んだのが、結果的にこのロックフェラー亭でありまして、小さい家小さい家ではな決してないんですけども、彼らにとってはこれが小さい家だったようです。一応補足しますすああととここのスケッチであれれねあのマスコ先生これ見てると あのこの状態だと多分分等案みたいな感じですよね一つ,つ屋根の下にはなってなくてこの状態では少しこう L 型にこうあの輪が開いてる形になってるんですけど最終案が一つ屋根の下にしたっていうのもすごくやっぱり吉村さんの住まいっていうものっていうかな。すいませんん林さんちょっと家庭というかね。話させてホームの持つ一体性というか それをとても大事にされたのかなというふうにこの,あのプラン構成なんかを見ると思いますねそれがあの中庭がそれをプライベートとパブリックをこう分けてまた中庭がそれをつないでいるでも全体がとても一つのこう住まいであるという一体性がねなんかとても大事にされた一つじゃないかというふうに思いますね。あの後でででお話し,しようとと思っったんすすががちょっとロックペラーテが出てますので 今言っっちゃった方がいいかと思うお話します私は1971年に吉村事務所に入所しましてこの作品は74年に完成しておりますから私の事務所の初期の時代に完成したわけですけれども私が入った年はですねあの第一オイルショックというような時代でして非常に狂乱物価というんでしょうか。 あのい,いわゆる主婦が,主婦がです、ね、トイレットペーパーを買うためにスーパーに行列をしたという時代だったんですね。で私が担当させていただいたいろんな仕事が全部その中止または、えー、延期とかいう形になりましてちょっとこの特クベ予定のお手伝いをさせていただいたんです。で最後工工事も進んで竣 間際だったと思いますけど非常に部分的なものとして1階の玄関からですね2階に上がっていくこう階段あの食堂の脇に上ってくる階段なんですがそれちょっとこの平面には階段が書かれておりませんけどもその出来上がった出来上がった平面ああのこう食堂の左上にありますね。それを 担当させてて、いただきまして私が吉村事務所に入って書いた図面で現,現実的に形になったのはこの階段が初めてでした <laughs> かつこの階段の下にですねあの食堂に入るちょっと広くなった廊下部分がありますけどもそれの天井にです、ね、あの冷暖房のエアコン用のリターングリルがあったんですね。 そのリターンの穴を階段の設計と一緒にさせてもらいまして階段とリターンの穴10個ぐらいが開いたのを非常に嬉しく思ったことを記憶しております出来上がったものの,、ね、あの作品集で写真を見るととてもシンプルな内装で、まあ、あの派手なところのない簡素なって言ってもいいと思うんですけれどもあれはあの向こうの職人職方はどうやって あとで,す、ね、後で時間がありましたら階段とかリターングリーンがちらっと見えているような写真もお見せしようと思っていますが、えー、とやっぱり肝心の表の部分はですねやっぱり京都におられました中村外司中村外司というんですあの宮大工さんの,あの材料と職人があちらに参りまして作り上げたんですね。 ですから私が描いた図面とか、私はまあそうですね、今思い出しましたけれども、外部のアプローチの、この建物の敷地に入る所に、和風の門、和風のゲートがありまして、そのゲートも私が図面を描いてもらって、中村外二さんに工事,工事をしていただきました。これあの、お二人ともも現地には一度も行ってないな えあ僕はっっててま私もってます、うん、私はあのそれから何十年か下ってこの建物とこの脇にあります吉村先生がこれ以前に設計したお茶室ですね本格的なお茶室がありますそれを見学には行ってまいりましたけど、うん、階段とか設計するときには全く現地を見てないで生意気に設計しておりました。うん、それもすすごい話です <laughs>、はい えっとどううししましょうかちょっとあの林さんに少しお話をしていただきましょうか<の>すいませんあの少しじゅあそっか休憩5分しましょうか確かにすいませんじゃあここで5分休憩すこれだけについてちょっとしゃべってあ,あどうぞ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 この設計中は私は1967年から74年まで7年ちょっといたわけなんですけども さっきの益子のさんの話で5年ぐらい経って大体これが出来上がったということはですねほとんどのスケッチを先生はうちでなさったんだと思うんですね。それでエスキースとして出てきたものに対しては事務所では一人担当の松本さんという方があの図面を引いてまして実際の現場に行く段階で。 ちょっっと言っただけけですけども、うん、出来上がった時にさっきの,そのお嫁さんの話を聞いて納得今初めて納得したのは最初の設計のお風呂がですね浴槽があのカラーラの大理石の浴槽だったんですよ。大理石大のまあ、まあ、日本で言えば1個の塊から掘るという、ねうん、それに対してクレームがつきまして。 ヒノキの風呂に変えてくれとその意味が今さ先ほどの益子さんの聞いたお嫁さんの,そその感覚ですね。うん、ということが今分かりました。事務所ではただ「いや贅沢だよね」<laughs>「第理席どうした」とかね <laughs> それをヒノキに変えるなんていうのが話題になりましただいぶあれがあったと思いますね。うん、先生がそのキーススーするというのは大体その 大体50分の1ぐらいのものなんですけども後ほどまああのちょっと話しますけどもこう書院を振り分けて白紙からスケッチさせるのとそういうスケッチ小さいスケッチを固めていくのとまあもう一つあるんですけどもそういうタイプのまあ書院の育て方っていうかそういうのがありました。大理石の フローもできたものですね。完成後にクレームがついた。<laughs> <laughs> それどこ行っちゃった？どこ行っちゃったんですかね。え、そのダイレクターの風呂はどこ？僕もそれは気になった。<笑><笑> <laughs> そんなことがありました。<laughs> ありがとうございました。初めて聞かされる話だった、ね、もう一つうるさいのはですね。ロックフェラーのうちでは執事がいました。こういうその置かれたその。 なんていうんんでですすかねあの器物に触っちゃいいけないんですよとにかく花瓶はこことかそういうものが全部決まった位置に置,か置いておかないとだめなので外部の人には見せないというのがあって署員もほとんど見れない見た人は現場に先生についていった人だけだと思いますね。あの 後ほど時間があればお話ししたいと思って今ちょっと予告編ですけどもおそらく吉村先生は完成したこのロックフェラーに私の思い出は90%ぐらい止まったことがあるらしいんですね完成してから違うセレブの家だったかもしれませんが私はこの家だと思いたいんですがこの「 アメリカでいう豪邸そのセレブの家に泊まった時の失敗談がありますのでお<う>時間がありましたら後ほどお<う> <laughs> いただきます休憩ですねはい <laughs> なんかすごいまた来週みたいなやつすみませんじゃあ5分だけ休憩を取ります7時5分に再開したいと思いますよろしくお願いします はい、それではあの第二部を後半を始めたいと思うんですけど、えっ、ー、と林さんの画像になりますよね。いやでもこれ僕見たかったやつで初めて見ます。あんた説明してください。<laughs> い,やいやいやいや。<laughs> ちょっと待った。あの吉村順三は1940年にあの日本へに行って。 41年で7月に帰ってきます。それで太陽戦争の日にあの解説をするわけですけどあのこの桜の構生園っていう建物の仕事が唯一の仕事であったってことは語っておられていや僕もあのこの構生園すごく気になっていてかなり大きな建物だったようでかなり大きな建物だったようで。でかなり 後の時期までで残ってたみたみいで僕まだ全然今さくらの構成がどうなってるのか調べてないんですけどまさかこんな図面をいきなり林さんが持ってくるとは思わなかったのでこの間舌打ち合わせの雑談の時にその話させていた,だいたらきちんと今松倉さんおっしゃったのはあの先生が独立されてその後の仕事として、はい、これが戦時中ですねああ。僕も知りませんちょっと林さん説明していただけますか あのえー、とどうも皆さん、私はこういうところで話すのが、非常に苦手でして、ちょっとどんな話にしたらいいかということで、一応、あのこの間、松隈さんから、さく構成園の話を伺ったので。 じゃあ桜高生園の図面は課題として出たから今日持ってきましたということで帰ってきたわけです。はい。課題というのは大学の課題で。大学の課題です。あのこれは私はですねえ昭和じゃないな、1957年に入学して61年に卒業したんですけども57年に やっと3度目の受験で入ることができたんですが最初の課題がけんあの設計の課題が入って4月の課題が国際文化会館のパースですそれはあの青図ですね当時は青写真でしたから青写真を受け取ってそれをパースに起こすとでその前にまあ見には行ったんですけどねそういうい課題の次に あの学校で渡されたその A さんぐらいの図面には「さくら構成園」と昴生園の図面と金ばかりのそれをあのみんながレイアウトして一人一人がその出すわけです。でそれは私が書いた課題のこれ図面なんです。林さんが描かれた図面 <laughs> 青津からですねあのこれで勉強させるために要するに最初の何も知らない建築の最初の2か月目ですね。芸大の2か月目の課題がこれをピンキングすることです。それ、うん、することこれあれですかカラス口ですか、ね、カラス口ですまだカラス口しかありませんでしたね。<ー>ええ、それで このエレベーションに僕は色を塗ったんですけどもその色を塗,る塗った時に山本学児先生が「図面に色なんか塗るな」って言ったら <laughs> 吉,吉村先生はいや色塗った方が漢字が出ていいよとか <laughs> <laughs> そういう,そう,いうまあ雰囲気だったんですけどこの次のあ,のあれに回してくこの2枚が課題なんです。 1>, 1年生の最初の建築の第一歩でこれはおそらく吉村先生の事務所の戦後のですね一番始まった時の設計だと思うんですよだから増駒さんにこれこれをねこれだからあれですね吉村さんが直筆したものだったんでしょうね多分他に書員いない多分そうだと思いますねあの事務所戦後す 戦中戦後を挟んでますから。そうだと思います、ね。これ、あの、オリジナルは青焼きで。青焼きでした。それは今お持ちですか。青焼きは、あの、見せ、見せて返すのかな、なんか。<laughs> どうしたか覚えてないんですけど。あ,でもきちあの、僕らの頃もね、ええ、あの、先生が設計した住宅が、あの、トレースするのが。最初の課題でしたけれども、その後、あの、あれですよね。あの、例の軽井沢の山荘が、出来上がってからは。 他の大学でもそうだけれどもあれがずっとあのトレースを、ね、する課題になってきましたね僕も京都でずっと十数年それを1年生に課題で出して雷を落としてましたけど模型も作らせてましたよそしたらいつもあの模型が変な模型作るんでお前吉村を投げとんのかとかっ,つって怒ってましたけど。あ こういうい図面の場合はですね図面の課題とそれからわれわれの学年から椅子を作らせる課題がありましてそれは今いまだに続いてますけどもこういう課題とか椅子とかは全員同じ点数をくれるんですあのこれに差をつけないで前へたがいっぱいありますけども80点ぐらいをだ出してくるんですねこれあの現場を見に行ったりはしなかったんですよね構成はまだ、うん この後にこに例えばあの次は自分の部屋とかそれからそういうものに移っていくんですけども、うん、これあの1年生だと線の意味全く分かりませんよね。かりません全然 <laughs> ですから図面を読んでですねこの太さなんかもやっぱりその時にこうあの言われるわけですよねあの見たものに対して。で書くから、まあ それで、その墨入れを覚えるっていうか。そういう。遣都使。遣都使です<ー>。で、水張りをしないと、学校に来ないからって言うんで。次、次の年から、あの。机を新しく作ってくれて。そういうふうな。事業、でしたね。 一,応一つつまんないことを添えるとそれこそ,その今遣都使にインキングっていってカラス口で墨入れをしますよねでそれを失敗すると薄い紙処理で削りングという手法であ僕もやってました、ね、でそういうね術がね上級生と下級生で明らかにこう差ができてくるわけですね、はい、それが、ね、上級生の偉さになってってね <laughs> すざまじいそういう,こう術の差を競い合うようなあの。 ちょっとと余計なこでですけれどもも時代でもありましたねだからこの辺りで林幹二さんもその辺り後輩に対していろいろ先ほどあのここにもいらっしゃると思うんですけど相川統一さんって私の1年上の竹中に入った方が見えて何十年ぶりに会ったんですけどそういう図面のは同じことを削りも含めてやったと思いますけど。<laughs> あの私がいた1957年から61年というのはまだ芸大の建築家というのはレンガ建ての,あの今の本館のある前にあったあの建築家だけが独立した校舎でしてそれは益子先生が入った年にもまだ授業があったんですかでそこが最後ぐらいなんですね。2年までであとは壊されてあの 高い構造の彫刻刀ができて全部あのなくなったんですけどもあれが残ってればねやっぱり保存建築ととしてはだいぶ価値があったと思うんですね小さな部屋でも階段教室なんかあったりしてそこにまあ,あそこで黒板に課題がチョークで書かれるだけだったんですけど今の学生たちは何か印刷物を渡されて。 きちっとした資料まで渡されるっていう、全く。進歩したっていうかな、そういう便利になったということですね。それで、あの。私が大体。学校に入った時にですね、あの。日本っていうか、東京は。ちょうど。一年の時に、東京タワーとか。都庁舎とか。有楽町、そごとか。それから。まあ、そういうものが。 できまして今の東京都文化会館のあるところは上,大上大高校のグランドだったんですそこであの芸大では芸術祭っていうのはあの駅前でやってそこでまあみんながあの踊ったり騒いだりしたんですけども、まあ、芸術祭自身の,あのお祭りとかそういうことに対してはむしろ展覧会とか。 そういうものの方が多かったですね<ー>、ええ、それで二年から西洋美術館と東京都文化会館の工事が始まりまして工事中の見学とかそういうことを我々はよく見,見せてもらいました藤木先生が現場におられたから あの西洋美術館の場合にはあんまりあの藤木さんのことは知らなかったんですけどそれで卒業した年に東京都文化会館1961年に文化会館ができてえあのそのこけら落としはあの行って見せてもらいましたしえただ西洋美術館ができてても1年ぐらいはなんか試験運転ということであの藤木さんが立派なあの国際建築の赤い表紙でまとめた本を 見てあこういう先輩がいるとかっていうのを初めて知ったんですねああですはいそれでまああの益、ー、子さんの学年まであの芸大にはあのー、生徒がたまるんで居心地がいいためにたまっちゃうんでその学校には残4年以上は残さないっていう原則がありまして <laughs> デザイナーと建築家を学校に残ら残さなかったんです。なぜかというと早く外に出て現場を覚えろと、現場を覚えなきゃ建築は覚えられないからっていう風潮は結局はあの大正時代に卒業した吉田伊勢八先生とか岡田正五郎先生とかいらして、あの吉野先生はまだ助教授でしたから。 じじりりしてたと思うんですけどもそういうい雰囲気でしたそれであのそのレンガ建ての校舎の中にまあ10畳ぐらいの木造の部屋があの木で囲まれた部屋があってそこがあの職員室なんですが職員室っていうか先生たちの部屋なんですけども1週間に1度ぐらいしか集まらないんですよ。そそれでその度が 要するにエスキースの晩でその課題を15人ぐらいの前年までは15人ぐらいの定員だったんで学生たちが取り囲んで4人の先生たちがその机に座ってですね一つ一つこう図面を出すと言いたい放題言われましてそれであの大体その中で一番やっぱり 面白くないのは「まあいいね」って言ってすっと終わりっていうまあいいねっていうのは一番ダメなんです <laughs> <laughs> まあそういうそういう授業でした。<laughs> そういうまあの先生たちの好評っていうのが一番やはり見てくれるまあ図面に関しては吉田先生と吉村先生が一番言ってくださるんですけども吉田先生の場合はあの入り口とか便所とか そういうものの位置がダメとかそういう話ぐらいでむしろその展開に空間の展開に関してとかそういうことについてはやはり吉村先生の方が非常に細かくあの見るという感じでしたね。まあ、あの芸大でのの授業というのはあ,のあまり みんな真面目に勉強したかどうかっていうのはちょっと課題に追われる方が多かったんですけども課題と専門科目と一般教養が同時にスタートしたんで実を言うとその全ての単位を取るためにはあのほとんど暇がないっていう時間がありました。そういうことであの3年になるとですね やはりそんな3年になるまでにあの専門科目を一応取るべきものが決まっているものがあればそれを取っておかないと進級できないそれで課題についてはあの年に回 10, 10代から12回ぐらい出るんですけどもその平均点が60点以下の場合は、まあ、落第ですね。 で落第したい人は2回ぐらい課題を出さなければ平均点大体まあ良くても75点ぐらい取ってても60点にならないんで留年できるわけですですから留年したくてする人とできなくてする人とまあしたくてする人の方が多かったと思うんですけども。 結局あの他の科はですねあの専攻科っていってまあ大学院に相当するうん2年学校に残れるわけですよ。そうするととちゃんとアトリエですけどまああの留年した人たちは同じ下の学年と一緒に友達になって <laughs> というのがあってまあそういう意味ではあの数が少ないんであんまり えー、みんなが気にはならなかったですけども彼らは、えー、1年多く1年または2年多くですねあの暮らし会があってその分は楽しんでると思いますそれで2年以上留年すると高校退学ですね強制の退学でしたですからそういう意味で言うとまあ 課題はちゃんと点数を稼がないとだめっていうちゃんとっていうんだから、まあ、適当にっていうか <laughs> 先生の主観ですからね点数は全てそういう意味で、まあ、そういうあの教育方法だったので我々は先生が見て何を言うかということが非常にやっぱりあの勉強になったわけですけども。 あの途中で先生がいな,いないわけなんで今だと学校に先生はいつもいるからエスキースなんかを合同のエスキースなんかじゃなくてもあの意見を聞いたりできたんですけども先生が出てこないんですから生徒学生もまあ授業以外にはあの課題を見てもらうっていうのはその。 教官室でみんなあの先生が集まった時だけあ。あの普段は製図室っていうのは皆さんあって。製図室はあるんですけどね。電気がないんですよ部屋に。<laughs> <laughs> 冬なんかね寒くてストーブなんか炊けませんからね。しかも汚くて。<laughs> まあメス,メス状態ですか。そうだったんですか。あのまあ我々の時には汚いよりも。 広くて間が抜けててとにかく寒いんですよね、うん、じゃあ製図室が皆さんの根白になってたわけじゃないんですねないですね<ー>根白にはならないです今の学生の方が恵まれてるかもしれない今の学生はやっぱりエレベーターもついてますし <laughs> 暖房もついてますし照明も自由だしねそれは全然違うと思いますね<ー>ただあの授業料が安かったから <laughs> まあその辺がちょっとで私はあのやっぱり4年っていうのはあっという間に過ぎちゃうんでえ3年ぐらいになった時にこのまま卒業してどうしようっていうことをちょっと気になっその吉村先生にどっかに行きたいということを聞いたんですけども。 吉田,教授が吉田医師会教授が外務省の,その文化施設として初めてローマに日本文化会館というのを作るというのでじゃあそこの現場見習いという口実であのパスポートを出してもらえないかなという運動をしましてそれもやっとまあ後から出たんですけどもそれで行くことになったのでその就職運動というのはしなかったんですね。 それで、まああのー、我々のそ最終学年というのは1960年であの安保闘争が一番激しかった方カンバさんが亡くなったあの安保闘争で、あのー、とっても学内でも少し落ち着かなかったんですけどもその時に、あのーまあ、話のい 前後しますけども4年の,その卒業政策というのは下級生に手伝ってもらうためにあの早めに予約しておいて図面のかけるうまい生徒をですねいかに少ないところから約束を取るかということなんですけどもあの大体は自分の住まいの方向に近い人です。<laughs> <laughs> そういうふうにまあるんですけどもその今でも、まあ、そ,のその頃の運動から曲げないでし一緒あのしっかり、えー、ぶれないで岩崎君っていうのが同じあの池上線に住んでましたねそれで彼にも頼みましたしあの他にも3人ぐらい頼んで。 ディプロマをやったんですけども <coughs> やっぱり我々の学年はちょっとそういう運動にあんまり行かなかったので尊敬されませんでしたね <laughs> まあそういうまあ芸大の場合はだいたい行ってデモに行くとあの逃げ遅れて捕まった人とかねそういうのが多いんですよ。だからそれがあの聞いてるから。 まあそういう運動っていうことはちょっとしませんでしたけど政治の話というのは芸大の場合はむしろあの建築が一番やっぱり建築と芸術学科という学問の学科の方が一番やっぱりねうんあったと思います。それで 新宮殿の話とかそういう話は我々が3年か4年の時にあの先生に決まったんですけども僕は学生の身分で先生に「先生なんで一番若いのに先生が指名されてんですか?」ってうこういう質問こういう質問をすること自身がもうちょっとあのしつけがなってない <laughs>。 けまあでもそういうね <えっ S 1> フランクな関係がつれてそういうい関係がちょっとあったもんだから先生にそういうふうに聞いたらですねいや若いさは分かんないけども僕はあのかなりあの考えたことを一番長くしゃべったんじゃないかなということでそれならということで当時の宮内庁の高尾造営部,部長が。 要するに、おそらく会議をの上で。すみません、あの吉村神蔵は寡黙な男と言われますけれども、宮内庁のインタビューの際には、2時間にわたって、こういう宮殿を作るべきだという話をとうとうとしゃべったらしいんですね。 それは事務所当時の事務所員の方にとっても非常にショッキングだったと、先生がこんなにしゃべるのかと驚いたらしいです、ただ先生は相当、用意周到に何をしゃべるかというのを準備して、そのインタビューに臨んだようですでも先生、文章はあまり書か,からなかったけど、座談はとても上手な方でしたね、いろんなことはね、座談の中で学生たちも含めてだけど。 伝わってきたたいううケースがすごく多かったように思います、ねうん、まあそんなことで何だか知らないけども僕はかなり長い間喋ったんで <laughs> そういうことから「じゃあ吉村君君がいいんじゃない?」というのがその呼ばれたあの各大学のせ教えてた先生たちとか建築家が。 そういういなふこう雰囲気が生まれてたみたいです。それでまあ高尾さんが高尾さんももちろんあの建築家を出られてるんでまあそういうであれば吉村先生ということで決まったんですけどもうん先般101歳で亡くなったチーフの上田さんから聞いたことによればあの やはりその先生はなんかそういう今藤井さんが言ったように先生はなんかこう自分がこうだと思った時には行動っていうか発言をするとでそういう結果として例えばあの思い切ってっていうことだけじゃなくて中学生の時にあのコンペに応募したとか。 それからそのイタリアからあのあの大正の末ですね本,本庄緑小学校の6年生の時にその描いた絵があのそ,れそれを献上の代表の絵を描いたりそういうことに関してはあのとても意欲的に行動をちゃんと起こす,起こす人だったと思います。うん でこう例えばその私が辞める時にも要するに何、ね、か作ったものがあれば店に来いとかそれからできれば雑誌なんかには載せるべきだとかそういうことを意見その意見を添えて言ってくれましたね。それはどういうういいことかというととかですね雑誌に載ると あ,あれおかしいよって自分のが一番やっぱりね <laughs> 感じるってわけそういうふうになるから雑誌には載せれば自己批判がちゃんとできるようになるよという意味で載せろよとそれで僕のまあ尊敬する大野さんっていう先輩のは「お前雑誌なんか載せた」って載せるために設計してんのかって言われて <laughs> ちょっと <laughs>。 困ったんだけど乗せるためじゃないし先生に言われたなんても言いたくないしね <laughs> そういうこともありましたけどあのやっぱりあの背中を押すタイプだったんですよね押す,押すタイプですね頑張,頑張れっていうかチャンスを与えるっていうそ,それからあのちょっとメモしたんですけどもあの学生に対する教え方というのは結局学生も書院も同じですけども 一人一人の性格とかそれから感覚的なものですね感覚的な要素をつかむのがすごく早かったですねですからあの例えば先ほどの益子さんが助手としてあの学校に残った時にもスケッチをさせたというのはそういうあ彼にはやらせなきゃというところがあってあのただ,いる,ただ椅子いるという。 ちゃんとそういう教育とそれから引っ張り出す力というのが非常に誠実にしかも強かったから学生たちも書員もそれが分かったということですねはいありがとうございました、えー、ちょっともう時間がなくなってきちゃったから富士さん <laughs> ち,ちょっとだけね <laughs> はいはいどうぞ僕は、あのー 吉村事務所の署員20人ぐらいいたんですけど仕事の与え方がですね、はい、3 3種類あるんですよそれはですね白紙から「君やってごらん」っていうタイプとそれからちょっとした50分の1ぐらいのスケッチ本当にあにさっきのスケッチみたいなものが渡されて。 それをまとめてごらんというのともう一つは二十分の一ぐらいの金ばかりに近いものを書いて渡す三つの種類の書院に渡すタイプがあって僕はまあ一と二の大体一と二なんですけどね三はですねた立てとか和屋の三層とかあれは三のグループですね。というのは 個性の強い人にはやっぱり自分のデザインを先にちゃんと言っておかないと <laughs> 傷つかないそういう個性の強い人ほど傷つく場合があるわけだからそういうふうに振り分けてんですよですから僕はあのー、事務所にあの、まあ、イタリアに年6年ぐらい卒業して行ってたんで6年ちょと、まあ、着ですけども。 帰ってきた時は30歳でその全くイタリアボケでですね図面なんか描けないわけなんで向こうで描いたものはいっぱいあるんですけどもそういう中でそのどういうふうに仕事が進むのかなというのは非常にちょっと面白かったんですが結局時間がかかっても何回でもですねあの小さなあのホテルの なんか宝石屋さんもやらされたことあるんですけど1年ぐらいそのエスキースをやってそれでその結果できたものっていうのはやっぱり家具とかそういうデザインが全部作られるわけですしそれからロゴなんかもじゃあこれ亀倉君に頼みたいから君行って頼んできてよとかっていう言い方するんですね。 そうするとこっちはそういうのは恐,る恐ろしいわけなんでその上倉さんのところに行って吉村から来ましたとそれで先生あのこれこれこういう宝石屋の店なんですけどもロゴをお願いしたいとあの先生から上倉先生のところに。 というふうに伝えますとですね、吉村さんか困るよねとかって言ってね、それでやってくれるんですよ。でお金のこともですね、その亀倉さんにあの言って聞いてこいとかって言われるんで。よく嫌な役割ですね。そう、そういうね、そういうそういうことはやれるやる人も見分けるわけですね。<laughs> だから僕は怒られ役だった、ああそ,っその怒りやすい痛まないっていうことでねそういうのも一手に引き受けてたんですけどもまああの仕事とといいうううよりはどっっちかかそういう部分が多かったと思います。ただプライベートにその設計でもかなり厳しく叱られることが多くてそうするとそのや,やっぱりチームプレーもあるんでその。 チーフが隣に座ってるときに、僕は延々と怒られるわけです。そちょちょっと先生に怒られたから、なんでな行ってくんないのって言うとですね、うーんとかって言って、後ろに立ってたりして、その後そういうふうなことは分かった私を叱るわけですよ。そうするとこっちに伝わるようになって、 そういういなかなかその維新・伝心をちゃんと使い分けて書員があの集まるまとまるということがありましたあとその新宮殿については私あのやっぱり吉田研究室のなんとかな見習いとしてあの当時の外務省からはパスポートを取ったんですけども。 あのローマオリンピックの後で東京オリンピックの3年前ですからあの一般渡航が許されない時代だったんですね1ドル360円という時代で,で帰ってきた時に吉田研究室の先輩で野村カネさんっていう人を通じてですねあの 新宮殿見たい手たどってあのただみなみさんが照明器具のデザインをしてるとしてるのでただみなみさんの助手としてえ助手に化けて見てこいということでですね引き渡し前のやっぱり運転中に見に行ったんですで全部ぐるっと回ったんですけどもあのただみなみさんが あまあ彫刻家の多田みなみさんがですね吉村先生にお会いしたくて何度もお願いしたけどもお会いできなかったと要するに吉村事務所の基本設計のスケッチはあるけども果たしてこれでいいのか基本設計のスケッチの照明器具とそのスタンドとかそういうものを全部任されても私としてはねやっぱり先生のチェックを受けたい。 という気持ちがあったんだけど、先生には何度もお会いしたお会いしたかったけどできなかったということで、それのなん,てうんですかね、あのチェックのために宮内庁に行くんでついていったんですよ。この件は後で時間があればお話しすることがございます。<laughs> まそんなそんな具合があ時間がない。ありがとうございましたもこの貴重な話を。 あの、じゃ、藤井さん。時間があります。はい、<laughs> すみません、亥の子までの住人でいらっしゃる大沢さん、もう少しお待ちください。申し上げます。<laughs> あの、最初にお詫びします。先ほど前段で私お話した。京都の宮大工さん、や、中村外治さんを外治さんと呼びまして。先ほど休憩中にトイレで。 後輩の書員からお叱りを受けました。あの事務所に来られた時は外事さん外事さんと言ってたような記憶があったもんですから失礼しまし中村外司さんごめんなさいえっ、ー、と時間がないので非常にあの駆け足に説明させていただきますが今回の吉村順三とアメリカ展ということで展示会場に展示されてますそれぞれの作品に ついいてて私は知っていること要するにあのこぼれ話ですねそういうことをちょっと駆け足でご説明させていただきたいと思います私は1971年に吉村事務所に入りましてそれから14年間85年間書院をやっていたものなんですが要するにあの戦後の先生の仕事でも私は先生のその後半 の書院だったとということになりますそういう意味で私は先生にとって私と先生が仕事をした時先生は大体70歳でした私は30歳でしたので40歳の差があります要するに父親と孫みたいな関係なんですねでこちらにいらっしゃる方は父親と息子という関係に近い吉村先生との設計事務所 生活を送られた方で私は孫ですから直接先生とこうシビアな設計バトルはしたことがありませんが出来上がった先生の作品についてその後先生と車で出張したり一回はアメリカまでカバン持ちで出かけて行ったんですがその時に先生が教えてくれたことそれから先生以外の風のお便りに聞いた吉村作品について ちょっとご説明させていただけたらと深,深澤さんお願いします。えっ、ー、とじ1941年のモントホックの家ですね。これは仕事はアントニン師匠吉村純三の恩師アントニンレーモンドの仕事になりますが実際に担当したのは吉村純三です。先生は1940年ですね40年にレーモンドに呼ばれてニューヨーク郊外あの西部の西西の方に 車で今だったら1時間ぐらいでしょうか以前だったら2時間ぐらいかかったあの牧場地帯田園地帯の中にあるレーモンドのアトリエに先生は仕事でレーモンドから直接呼ばれていったんですねその時呼ばれた目標はこの設計を担当すること以外にですねもう一つニューヨークのロックフェラーセンターの中に ジャパンセンターというのがあったらしくてその中に日本のお茶室を具体的に展示するという仕事をレーモンドは受けていたわけですそれからもう一つ斎藤博史元大使ですねアメリカでアメリカと日本の間にある諸問題要するに戦前の日米関係の改善に非常に熱心にされた。 なんかもう働きづくめ休みを絶対取らないような人だった斎藤博さんを記念する図書館をワシントンの図書館ワシントン国会図書館の中に部屋を設けて記念する展示をするというようその2つの仕事とプラスこの仕事のためにレーモンドに呼ばれたわけです。でこの設計はです、ね、先生らしい 失礼あのレーモンドらしくないレーモンドらしくないって言ったら怒られますけども先生らしいこうシンプルな空間がここですでに作られているんですね3つの屋根寄せ棟や屋根の柔らかい構成ができておりますし微妙にこう触れた角度を持つ平面構成になっておりますそれから室内は質素な仕上げ大体あの写真でた 一生にらめこしないと分かんないんですが大体ラーンベニア的なシナベニア的なもので壁も天井も張られておりますそれからリビング食堂のある階から階段でちょっと下がった階の寝室ゾーンに行く階段を降りた右側にですね日よけや風よけのすごく心地よさそうなテラスが。 あの、しつらありまして、いかにも先生らしい、こう居心地のいい感を、いい空間をここに作っているなということを私は感じます。ちなみに、この建物の現在のオーナーはラルフローレンです。ラルフローレンと言いますと、ビンテ高価なヴィンテージカーとか、ビクトリアン調のお城みたいなお家もいくつもお持ちですが、こういうシンプルな家も彼のお好みなんですね。 次の写真、はははい、い、い、どうぞ。次。はい、次、はい。次。これですが、あのちょっと1個もってください、これはラルフ・ローレンの最近のホームページに載っていたリビングの写真です。同じようにあの天井、ちょっと斜めの壁から斜めになって天井につながったこのベニヤ板は変わっておりませんけども、なんか塗装がこう光沢があるものに変わっておりまして、ちょっと。 残念だなという印象があります。はい、次お願いします。次はあの1954年、ニューヨークのモマの中庭に先生が、えー、滋賀県の大津市にあります、えー、三井寺の中の商品づくりの建物、工場院客殿を移して設計して現地に建てた、商風槽と言われた商品づくりの建物です。 この建設にあたって先生はあの輸送量を減らすできるだけ減らしたくですね名古屋の大工さんに名古屋で仮組みを行いまして部材をコンパクト化して現地まで運んで建設をしてますで工事に際しては2人の日本人大工が行ったんですねでその大工はのみのこぎり金槌などを持って彫刻家ビザで アーティストとししてて入国しております当時すでにアメリカは労働組合組織が非常にしっかりと出来上がっておりまして大工というカーペンターという職業は入国できなかったんですねで先生はやっぱアイデアマンですから要は彫刻家にしちゃえとアーティストとして唯一2人だけ現地にあのアメリカに入国できた仕事をできたわけですね。 二人だけでは作りませんからあと8人ぐらいの大工さんが当然必要だったんですがその大工さんは全員ハワイにその当時住んでらした日系アメリカ人の大工さんでしたあのビザをこう代理申請したのも先生が自分でやられたと聞いておりますえっ、ー、とえっ、ー、とですねこれであの この葬儀で一番、まあ、注目されるのがこう庭に面して広がる大きなテラスですが大きく長い次いってくださいはいこれですねあのテラスが手前から奥の方にいました。奥,奥の方でテラスがちょっと広がっておるんですねでその広がるところまで手前からあの大きな上の屋根をさせる。 支える梁が飛んでおりま向こうの方に飛んでおりますもう,もう一枚いってくださいはいこの梁ですねでその先にいった梁を受けてるさらにこう受け針があるんですが普通はこのお長い梁を受けてる受け針の下に柱が立っているもんですねでそれは漢学院とかいう同じような商品建築では柱が確かに立っておりますただこここの建物はここに 柱が立っていないということが先生は非常に気に入ったんですね。その匠の技というか誰が設計したのか分かんないけどこんなことをやっちゃう人がこの時代にいたんだよねと。ということでこのジョージ工場表記の写しをニューヨークのモマの中庭に建てたわけです。次お願いしますこれはそあのテラスからみた中にあの 日本的要するに緑水滝小川灯籠があるようなまああの実際三井であの滋賀県にある三井田の工場にあります庭と非常に似た庭を作っておりますはい次でこれは先生の吉村先生が事務所に書いた基本設計の図面なんですがあごめんなさいこれは出来上がった図面ですねこれが吉村先生が設計事務所として して描いた図面で、でこの図面では庭がですね、実に枯れ山水になってるんですね。あの上の方、右側、この辺ですね、この辺は普通の庭を作ろうとしておりますが、左側は、あの両庵寺の石庭のような石を置いて、えー、この手前だけですね、ここに一本大きな木を植えようじゃないかと。 でここに炊事塀がこう走っておるんですが途中ここだけ炊事塀が切れるんですねでこのアプローチしてる時この切れたと時からこの建物庭が見れるんですねで手前に大きな木が見えてその奥に枯れ山水をするってそういう庭をやりたかったらしいんですがちょっと一個戻ってください結果はこうなりましたこれは当時ゴマのキュレーター建築部門のキュレーターだったアーサー・ドレックスラーっていう人が 日本建築というのは水、緑、滝、ところをありっと理解していたのか、ドレクスラー自身はこの枯山水がいいもんだって、非常に精神性の高い日本の庭だというのは分かっていても、一般のアメリカ人には理解が難しいんじゃないかと、それで普通の庭にしたのか、その理由は私は分かりません。ははい、いい。次お願いします。はい これは出来上がった書院の中で今お話したトレクスラーと吉村純三がここはうまくいったねとかここはもうもうちょっと経ったねとか話してるシーンだと思いますはい次これは当時の吉田茂首相が見学に行ってんですね展覧会会場にで右側にいるのがあのロックフラー三世ですで左側の方この イベントの会長さんとか将軍層関係の偉い方だと二人とも巨人です吉田茂は小人ですしかしですねこの靴を履いていてるんですねでこれ実際の展示になりますとアメリカ人が大勢を押しかけたんですがみんな入り口でスリッパに履き替えて室内畳の部屋とかこのテラスを歩いて見学して,て吉田茂は革靴を履いたまま畳の部屋も 歩いて見学したんですねですから日本のマナーを当時の首相は守らなかったとこの巨人の2人は吉,吉田茂が靴を脱がないので自分たちはどうしようかっていうことを非常に悩んだと私は思いますはい次でこれはあのこの「笑福奏」シリーズはアメリカ側の戦をアメリカ人が住宅自分の住宅を建て多く建て出す だもうあのドレックスラー中心に住宅を建てるんだったらこういう住宅もありますよという展示をですね1950年、15年後からですね1つの建物を2年間実物展示したんですね、その最初の展示例が、これはブロイヤーああのブロイヤーというアメリカの建築家が設計した住宅です。 これが2年間転じ2番目はちょっと忘れましたが、3番目が笑福奏だったわけですね。で、先生の笑福奏は非常にアメリカ人にとって人気がありまして、この、えー、ブロイヤーの住宅の入場者の3倍を超え、同じ期間で3倍を超えた来場者があったそうです、相、はい、次ぎ。これは、今、この建物は、桃までの展示が終わりまして、そのまま。 フィラデルフィア郊外の公園に移築されましたそれで移築,移築後も非常に管理が悪い時代がありましてかなり傷んだんですねで最近、まあ、もう10年以上前になると思います最近手直しがされまして元通りされたんですが 当初の諸そのニューヨークのイベントでやった勝負像のこの襖絵それからこの床の間の奥の壁には先生の芸大のこう行盟友達であれ東,東山海医さんが絵を描いております。で平手池屋に移して管理機関が悪い時に何か盗賊というか暴漢が入ってその襖絵を全部壊してしまったんですね。でそれを知った。 日本のある有名な画家が現在ご生存の方ですけど名前は言わないようにいたしますがこういうあの水爆フォーリングウォーター滝の絵の襖絵を全部あの寄贈したというか絵は送ったんだけど表層は将軍層管理の会で自分でやれみたいな送り方をしたとも聞いておりますがこういう襖絵になっております。 これはですね私の個人的に異常な、悪い印象なんですが、和室という静寂を胸とする空間に、この水爆の音が年中、耳に聞こえてくるような、非常に合わない絵だと思います。極端に言うと、建物中が雨漏りをしていると言った方もいらっしゃいます。 これはあの作家の名前ははは言いい、ません。はい、次。<laughs> これは吉村純造が晩年あのあの非常に作り事に意欲を申した「畳める椅子」の写真ですけどもこの建物この,畳め,る椅子あの畳めるための金具とか,か何かしらかはあるんですがその辺の金具を改善しきればアーサー・ドレクスラーはニューヨークのモアの 開店で売ってもいいと思っていたようですが実現はしませんでしたはい次はいモテルオンザーマンテこれはモテルオンザーマンテえーごめんなさいえ九、ー、百9 0 0 566年に書いてあります <laughs> に進行したニューヨーク郊外ニューヨークから車で一時間も 西の方に走れば行ける場所ですがその敷地に行ってどういう建物にしようかと先生が敷地のまあ中央部にあるこう岩を見つけてそこに佇んでなんかこう構想を練っている瞑想をしているというような有名なシーンの写真ですはい次で私はこの幸いですね10年ぐらい前にやっぱり見たくて行ってきたんですねその行ってきた10年前ぐらいの写真がこれです はい次,、はい、次あの先生が作ったオリジナルのモテるオンザマンテが分かるのはこの手すりだけですあとは今のオーナーが日本文化ということを激しく勘違いしておられるようでしてとんでもない建物になっておりましたもう先生の原型を思い出せるものはこの手すりだけという状態で。 多分この状態を先生がこのように生き返ってみたとすれば先生はすぐこんなものは壊してしまい全部壊してしまえと激しく言ったと思いますちょっと一枚戻っていただけますかはいこの奥の方にあの石像が乗った岩がありますがあの岩の上で先生は瞑想をしたんですね <laughs> 多分そうだと私は現地に行って岩を一,緒に一生懸命探しまして あこれだなと思ったんですが現在はタヌキがおしっこをしているというとんでもないことになっておりましたはい次、はい、この右上の右の方に右端の方にあの岩の上に先生が乗っているこう先ほどの写真の記事でこのルロ,ロンザマーンテができたというのをその分かってもらうような看板が未だにあるんですけども。 本当に私もこの建物、あの吉村先生の迷走している写真などは決してほしいと強烈に思いました,次はまた、はい。次。これはですね、会場に今回も神奈川大学の学生さんが頑張って模型を作っていただきましたが、模型を見て私が見つけた模型のですね、 ちょっとエラーがありますので大事な点なもんですからちょっと皆さんにお話しさせていただきたいと思いますこのですねこの立面のこの一番上にこうひさし状のこう水平のこれ深澤さんちょっとこの辺だけ拡大することはできますかできませんかはいはいあいいですねこの水平のひさしがですね ここで水平でなくこう斜めにちょっとこう上がっているのはお分かりになると思うんですが多分私の山間では多分5 0センチぐらいは上がっているんじゃないかと3 0センチよりは5 0センチぐらい上がっているんじゃないかと思います。こここれれはは、ですすね、このここは上がが上っていいるという形が会場にに展示されます模型には あのそういうふうに作られておりませんこの手前像を同じように水平に回っておりますこれはですね何のためかなんですがはい次はいこう見たときですねこの部分がこっちの先端よりも50センチぐらいタブが上がってるんですねでこれは水平に回ってくるとその部分が水平よりも垂れて見えると それで50センチぐらいここを上げた方が水平に回っているように見えるんだとこれはとっても吉村先生独特の繊細な感覚なんですね模型はそうなっておりません松,松,松,松川さん,さんすいませんちょっと学生さんには失礼なこと言いますけど大事なことなんだからはい次はい次行ってくださいでこれは 同じ都市に青山タワービルから1キロほど離れた場所に立ちましたなんとかフィルルム本本社、社当時の本社ビルです。この建物と同じ年にできた今の青山タワービルを見比べて私は建築家のセンスというのはやっぱり相当違うもんだなと。これ私が…あの 1971年に吉村住所に入りましてすぐ雑誌に発表になったんですね。で両方発表になりましたから見比べて現物も見に行ってああ建築家というデザインでこんなに違うんだこのビルのほうが相葉マタビルより34階高いビルですけども、はい、設計者の名前は言いません。はい、次お願いしますこれはイタリア、 作ったジオ・ポンティという人が作ったあのタイヤのピレリメーカーの本社ですね。まあ、山本よりずっと前にできたと思うんですが、多分先生はこれの実物を見たか、雑誌で見たか、相当影響をされたんだと思います。次、これはニューヨークにありますイーロ・サーリネンという方が設計した CBS ビルディングの写真です。これはニューヨーヨクマーガッタの中にある 超高層ビルの中で一番シンプルで美しいと未だに言われているビルです。シンプルで非常に与える印象が渋いこう派手さがない素晴らしいビルこれも先生はたびたびアメリカに行ってニューヨークに寄ってますからこれができているのを実際に見ているんだとこれも先生に影響を与えたんじゃないかと私は思います。次次はい、これ入り口ですねこの入り口あの柱の間に 狭い入り口が並んでいるんですが実にこう吸い込まれるように入っていける入り口です東京の新宿とか、えー、あの銀座とかにあるようなビルの入り口とは全く印象を異にしますはい次これはあのこの「あやごたタワーホール」の裏の方にあった あの音楽ホール、青山タワーホールという名前はこのホールのことを言った名前ですね、でこれは青山タワーホール、ビル自体も非常にローコストだったんですね、当時作られるオフィスビルの半分ぐらいしか予算がない、半分以下とか、なんかお節さんがすごくケチな方でして、非常にローコストだった、で、残ったお金でホールを作るものですから、ホールはさらにローコストだったらしいんです。 で内装の,その両側の壁のデザインとかはですね全くもう何回あるお金が残っていないというところであの先生と書院はある知恵を絞ったんですねはい次でこれ断面図ですね上の方の写真右上を見ますとあの奥の上の方からあの左がまあ咳から言いますと右側の壁が 少しずつこう、上の方で割れ目になって、その割れ目のところに照明が入っているような。デザインになっているんですね。はい、次。あ、戻ってください。もう,もう一つもらってください。もう一つ。はい、もう一つ、先ほどの青山タワーの図面に戻ってください。で、これで。この辺、この辺をちょっと拡大してもらえますか。 ホ,ホールの断面ですねも,もっと大きくなりませんかここでで限界ですか、はい、このホールの断面この両脇にこう柱が上っていて梁になってこっちに柱で降りてくるというあの柱の位置が何箇所かあるんですねでこの柱がこの床から上に行くにしたがって少しずつこう太,太くなっていくんですこの柱の柱性というんでしょうかこっち方向がですね少しずつこう 斜めに太くなっていって梁になりましてまたこっち太い柱が細くなりながら床まで降りるんですねこういう構造の柱が何本か立っておりましてお金がないもんですから当時の担当者から聞いたんですがまずこの柱の,あの柱の内側壁のところにボードを立てましてずっと垂直に進んでいくとこの 大きくなった柱にぶつかりますからその大きくなった柱にぶつからないようにこの辺でちょっと斜めに倒したんですねそれで柱の外側にボードを張ってで次はまたあの普通の垂直の柱からあの壁に張った壁からまた次の柱に向かっていく時にまた柱が現れないように斜めに倒して。 梁ををを柱隠ししたとそういういのを繰り返しだけなんです、ね、あの結局垂直に建物あの壁のボードをこのぐらいの高さを立てることよりもこのぐらいちょっとカーブさせてたあの下地の鉄骨を組む方が楽ですから垂直にまっ、あ、平らに組む方がよっぽど難しいわけですね。ですからこのカーブを作ることであの難しさが上がったんじゃなくて。 そういうい柱を隠すということを繰り返した壁がはい、次、次、次、あはい、これ、はい、次、はい、この、この、この繰り返しになってるんですね、もう先生は、のの書院がこういうことを考えたのを非常に褒めたそうです、す君、ナイスアイディアだねって、こんな安くて、こんな綺麗な壁はできないねと。 ちなみに、ここに天井にぶら下がっている照明もその担当者が考えまして、先生はまた面白いことを言ったんですね。天井にコウモリが止まっているようで面白いねと言ったらしいです。はい次、次、はい。はい、ジャパン、1971年。はい、次。えっ、ー、と、話が飛びますけれども、これは1949年か、1950年にできました、ニューヨーク。 マーカンタンの中にあります、ロックフェラーさん家のゲストハウスです。で、フィリップ・ジョンソンというあの有名な建築家がデザインしたものです。次,次あ、ちょっと戻ってもらえますか、ここに、えこっちが玄関で、ここの小さいところが入り口ですか、リビングあ、ダイニングがありまして、ここに中庭があるんですね、これ、外部ですね、外部をあ、ここが、これが中庭ですね、外部です。 外部の向こうに寝室があるんですね。はい次これが入り口ですはい次これはそのリビングから見た奥の寝室まで外部の中庭を通って行き来するという写真ですはい次でこれは吉村先生がやられた1971年のジャパンハウスですがはい次先生はこの光の庭をやりたかったんですねでこの光の庭は先生もやりたかったんですが ロックフェラーの奥様、先ほど言いました奥様があのゲストハウスのような中庭みたいなところがぜひ欲しいと吉村先生にお願いしたそうですで先生はその意碁を組んでこういう中庭のあるジャパンハウスをつけますはい次で先生は先ほど言いました「小福層のまでの展示会で炊事部で囲われた笑福層の外,外側チケットを受け付け場まではフィリップ・ジョンソンに デザインをさせてるんですねでフィリップ・ジョンソンに当時やっぱり呼ばれてこのフィリップ・ジョンソンの名作「ガラスの家」に見学に行っておりましてその話を聞いて「先生こういうプライバシーはどうなんですか?」って聞いたんですが広大な敷地広い敷地自体が守られててこの建物の中そのそのプライバシーを犯すようなものは全く接近できないんだと。 だからこれでカーテンもなくて平気なんだよと先生がおっしゃってましたはい次これは皆さんご存知の日本建築安藤なんとかさんのなんとかの長屋のこの建物はフィリップ・ジョンソンのゲストハウスクエのクベラ邸のゲストハウスから四半世紀後の作品でございます安藤、安藤言っちゃいけないな彼がいたのか知っていたのか 分かりません次、えーと、これは、えー、そのなんとかさんのなんとかの長屋の中庭ですね、はい、次、それはそのこの,その平面です、先ほどのロックエラーさんのと、まあ、かなり似てるか似てないかみたいな作品です、はい、次、オリーブのや<あ>これはあのう後これから我々、ね、 あの住み手で大佐さんの家のことですがはい次この家はこの写真が有名ですこの右側に大きく育ったオリーブの木がありまして先生はこれをこのオリーブの木を非常に大切にしようと思ってこういうプランを考えたと聞いておりました向こう側にリビングそのリビングの 向こうにはちょっと天井まで届いていないパネルで仕切った寝室もあるんですがでリビングの左側に一直線のアイランドキッチンですねで手前に食卓がありますはい次でその今の写真を説明するとこういう平面図になりますで私はこれはですねこれもあの入賞した時にすぐ雑誌に発表になりまして仕事帰りに毎晩 ちょうじんに事務所の先輩と飲んで通っていたもんですからそこで先輩がですねこの作品を日中事務所で雑誌に発表されたのを見てこれはね吉村先生のホームランだねと言ったんですね先生ヒットはいっぱい打ってるけどこれはホームランだってこの一直線のアイランドのキッチンを 置くだけで、こういう巧みに空間を分けていると。これはすごいねっていう。私もそうだねと思って、二人で通院した記憶があります。しかしですね。随分後になってから、皆さんご存知ですが、奥村誠さんという愛すべき女性。建築家、吉村事務所の先輩がいらっしゃったんですが。亡くなる前の。 時に質問したんですね。これは吉村先生のホームランだねって僕は先輩と酒飲みながらしたんですよって言ったらね藤井君ねちょっと違うんだよって言うんですねで次はいこれがですね基本設計に最,最初にまとめた図面らしいんです。 それはあの奥村誠さんから聞いた話を私が今回のこのシンポジウムのために下手なあのパソコン操作で作ったも、ね、このこ実に食堂になってた場所がですね和室だったんですねなんかたまたま時々来る来客用の部屋をここに作って来客用のための便所もこの辺にあったらしいんですで3階の和室はあの なかったんですすねね階建てだったんで,す、ね、でこの和室ででことが足りると思ってたんですでこの建物は実際基本設計終わってから実際に工事するのは45年遅れましていざ着工の時状況が変わったんですねこの来客は結構長く居候をしそうだというふうに変わりまして長くいるんじゃこの食堂の位置に和室でいられたんじゃ自分たちも嫌だし本人も嫌だろうな とということでこのの和室を3階のこの上に上にげたんでですねでここが空いたんですそれで1個戻ってください写真をここを食堂にしたんですね実に先生はやっぱりホームランバッターではなかったということなんですね <laughs> この話を先日松久保さんに松久保堀部さんかいや話をしましたら堀部さん曰く これは先生の「巨匠のランニングホームなんだと言いました <laughs> 確かにあのいろんな設計条件が変わっていく段階で先生の作品というのはガラッと変わる時がありますでそのチャンスを見逃さないっていうかそのチャンスをもぎ取る先生のその能力のすごさを感じた例のお話をさせていただきましたありがとうございますですからあのと折りちょっともう一個戻ってもらえますか、はい、あ先に行ってください もう一つ、この図面はですねですから、このアイランドキッチンがこの和室ができてもこう一直線だったかというのは分かりません、これは私が適当にアイランドキッチンを短くしただけの図面で、実際にはどういうキッチンになっていたのか判明しません。はいいいいよろしいでししでょうかあの大沢さんに話してたただきたい <laughs> あと,あと,あと5分 駆け足でもういいです皆さんなんか時間がないようなんで、いやもう延長しちゃってますこれで、あそうですか、はい、じゃあすみませんじゃあ,あと三分 <laughs>、はい、はい次はい次、これロックフェラル先ほどのマシさんからおおせはい次これリビングですね次、これが中庭なんですが担当者松本さん曰くやっぱり設計時間が結構期間的にタイトだったとで工事が終わって 自分はこう思ったって言うんですね。ここにあの、こうアリ壁。床から15センチぐらいアリ壁がこう回ってるんですよ。よこれ風と、開けると風通しができるとこ。なってるんですね。で、これは。やっぱり、天井は、あの、かいこう、カラスに対して、ゾロなんですね。ですから、これはね。逆の方が良かったって言うんですよ。出来上がったのを見て、で、吉村先生にも、それを言いたい、先生もそうだったかもしれないなと。おっしゃったらしいです。はい、次。 これは食堂です。次これが私が設計した面でできた階段です。次これがそう階段ですね。はい、次で私が下手なあ。パソコン操作でこの下にある有壁を下手な操作で上に上げてみました。はい、次こうなるんですね。でこう床からこう庭がちょっとかぶりつきになれる違いがあります。あんまり違いうや。 ははななないいいいよようううう相当違うようなという違と、はい、次、はい、スミソニアン客、これは今回の展示の入り口に入った奥、最初のほうにあります、ワシントンのこう議事堂ですねのこう、巨大なモールが今その周りに立っているのは、これ、スミソニアン学術協会の建物が並んでいるんですね、でここに本,本部があります、はい、次、これが本部です。 で本部これ、モールは南北に、この,この部分はこの本部の,あの前庭と言われている庭ですね、でこの庭に先生は1978年に2つの美術館を設計しろという仕事をあの依頼されております。 でこれはあの事情があって途中で設計を辞退して実現先生の案は実現しましたししなかったんですがやはりここに2つここに2つ建物が他の設計事務所によってできているのがわかります次でこれはあのプレゼ担当を拝命した私なんかが書いたあのスミソニアン協会に提出した基本設計書のパースですはい次 これはレーモンドさん、レイドモンドさん、アメリカに吉村を呼んだレイモンド、アントニンとノエミ・レイモンドの写真です、次、レイモンドの事務所にいたときの吉村順三がこれです、いつもこの辺にタバコを指に挟んでますね。これが ノエミレーモンドレイモンドさんはこの方のうし向こう側にいて写真は写っておりません、はい、これがそのアトリエ、同僚と撮った写真、はい、次。これが先生がレーモンドに呼ばれて、日本からパナマ運河を経由して、ニューヨークまで行った、竜田丸じゃなくて、山陽丸の中で描いたスケッチ、すごく上々ですね、40日間かかってニューヨークまで行った。 はい次でこのカエはこのタツタマルという船にサンフランシスコから乗って横浜港まで二週間十4日の旅をしております次これはカエのタツタマルで書いたスケッチですやっぱりスケッチはお上手ですねあの井上源二郎先生が吉村先生で君は建築家にならな絵描きになったら僕なんかよりもずっと有名になったよとおっしゃったそうですはいこれは サンフランシスコから竜田丸に乗るために先生は船の出航を待ってたんですが当時のアメリカと日本は新十湾攻撃の半年前ぐらいでして非常に見学の関係だったんですねで外交交渉がすごくああの困っておりましてスムーズに竜田丸が入港してからあの乗,員を乗客を乗せてあの物資食料などを乗せて出航できなかったんです。 1>, 1週間ぐらい停泊させられたんですね、あのアメリカ政府の出向局が出なかったんで、その時に出向を待って、先生がノエミ・レモンドに、ヤマトホテルというホテルの便箋で手紙をやり取りしております、ここに、ここにヤマトホテル、当時のヤマトホテルの写真ですね、これは現在の写真で、ヤマトホテルの看板はありませんけれども、建物はそっくり残る。 サンフランシスコの中華街のど真ん中にあります、ここで1週間ぐらい先生はハラハラいらいらしてたんだと思います、はい、次、これも現状、これが現在の、そっくり建物が残ってます、これが当時の大和ホテル、はい、次、これは軽井沢の別荘で先生がなんか、スケッチされているようなシーンで、なんか先生のこの設計姿勢っていうのが非常にこう伝わってくる写真だと思います。 以上です。はい、ありがとうございました。い,いや、大沢さん、ぜひ<非>一言喋らないと僕の名前が出てたので、大沢と申します。<laughs> えっと、本日はですね、えー、っと <laughs> お、さっきあの藤井さんからあの出てきたあの猪熊ての一つだけ写真、僕一枚しか写真持ってきてませんけど。えっ、ー、と、猪熊源一郎のうちです。これ僕今事務所にしておりまして、12年前から。 ここにいるんですけども、この写真は吉村淳三の作品集をお持ちの方をご存知かもしれないですけど、えっ、ー、と背筋があそこに写っています猪熊文子あに片岡文子って言うんですけど、これ珍しいこの写真しかないです。この裏猪熊さんと吉村さんっていうのはニューヨーク時代からずっと本当に元ちゃんっつってたんですけど、すごいもう大友人ですよね。で特にアメリカのから吉村さんが持ってきたものはまあこの家にもしかすると 凝縮されれているかもしれな,いないすみま,ません、先生の作品集で、先生の建物の中にあの、お節さんが登場する例は、これが唯一です、唯一です、だからそのぐらい、吉村先生と、吉村さんと猪熊さんの友人が、だから本当にアメリカの1956年の小風草っていう、あの56年、4年か5年で、その時に吉村先生が猪熊さんを呼ぶわけですね。 あのあの原さん、絶対はここは今、ニューヨークが一番面白いっいということで、それで結局、猪熊はフランスに行かなくて、まあ、先生フランスにいたんですけど、フランスに行かないで、20年、切符を破って20年住むことになっちゃった、それだけやっぱり吉村先生は、一番いい時のニューヨークに吉村猪熊を連れてきてくれた、まあ、僕は恩人だと思いますけど、最高にい,い時代でしたから50、55年から60年っていうのは、アメリカの美術が、 ヨーロッパよりも上になった時代ですその時に猪熊さんはなんと52歳だったんですよ、52歳。その時に一番親友になったのがジャスパー・ジョーンズとかラーシェンバーグとか、みんな20歳だったんですよ、25歳とか30歳。猪熊さんはそのぐらいやっぱり新しいものに対しての,いの若い人にすごく好きだったっていうか、次の時代はあるですそれはやっぱり吉村先生がそれを分かった分かってたんですね。だから井上さん絶対来た方がいい まあそういう関係からできたもんで今回の展覧会でだから住宅で猪熊亭って出てますけどあのアメリカから吉村先生が持ってきたまのはやっぱ猪熊亭に凝縮されてるなっていうその一言であとはあの僕のあ,のあれが出てますので今日まだ見てない方はあの一番奥の部屋にビデオがありますそれとあと住宅建築ですか住宅建築に松駒さんと吉村孝子さんとのえね座談会がありますのでもしお時間のある方は。 凝縮されてます。今日は、もっといろいろ話があるんですけども。今日はね、わかります。松子さん。松子さん、すみません。最後に、一分だけ。さ、先ほど予告したの、の一つをお見せしなきゃいけない。深澤さん、私の最後に送ったデータを。はい、皆さんご存知の芥川龍之介です。 これ吉村とアメリカ展に関係ないじゃないかと皆さん当然思われると思うんですが吉村順三は中学高校を当時の府中第三中学校に通いまして現在の両国高校ですねそこの生徒だったわけですその同窓生で16歳上に芥川龍之介がいます次これは東大総長をやった大河内和夫も 日本国高校出身です。はい、次。これは何でしたっけ、えー、な何とか英二郎経済自由経済主義を唱えた学者です次これは、えー、堀立夫風立ぬを書いて軽井沢の風立乳の作家です次これは立原道蔵非常に美しい日本語の詩を書いた方です次。 これは岸田秀人ですか。建築家です。この方の1年下が丹下健三だったか。違いますか。はい、次。これはもう一つ戻ってください。これは実に浅沼稲次郎です。日本社会党の初期長、委員長にはならなかった、初期長です。あの暴漢に襲われてあの命を亡くした悲劇的な事件の主人公です。次。 それから、これは今内藤良っていう作家ですか今売れてる、えー、内井良じゃなくて何だっけ名前ど忘れしました現在はもご生存で。ではい次小れをです。ですから両高校というのは非常に日本のその戦前戦後文化アートを切り開いた文芸作品小説 建築、そういう方がいっぱい輩出された学校なんですね。そこで先生は育ったわけです。で、学校に通ったわけです。はい、次。で、芥川龍之介がですね、大川を褒めている文章です。大川っていうのは、現在の隅田川のことです。大川が好きで、大川がなければ東京はないよと。大川が好きだから東京に住んでいるというような文章を書いております。 東京を愛し東京をあるがゆえに生活を愛するのであると芥川龍之介が書いてます次でこれはその頃の隅田川付近の風景ですはい次これもそうですね花火大会の版画ですね次もう花火大会佳境の頃はい次でこれは、えー、っとその当時その両学高校の校長先生だった名前ちょっと失礼しましたけど非常に 学校教育に熱心であの素晴らしい校長先生だったらしいです次でこの学校では英語会話教育というのを非常に重視しましてはい次ないですかあの先生は戦前戦後を続でアメリカに行って仕事をしたんですが英語がしゃべれたんですねで先生の英語はどういう英語ですかって私はちょっと関係の人に聞いた先生の英語は 余計なこと要点だけ喋って余計なことを言わないからアメリカ人にも非常に納得してもらった英語を喋っていたとその英語は先生はこの両国高校で1920年代に英語会話教室で学んだんですねですから今から100年前にあの本庄の近くの両国,両国高校で そんな英語教育をしていたんだと、今は何なんだというような感じがすごくします。以上です。ちょっとな、ね、はい、ありがとうございました。ちょっと訂正。<laughs> はい。先ほどあのロックフェラーの。はい。あ、マイクを近づけてしゃべって。あ、あの先ほどロックフェラーのあの。 お風呂を檜と申し上げましたけども、さあの休みの時間にですね、上田君が私のところに来てくれて、えー、いやま薪のきたということを訂正いたします。<laughs> すいません、あの本当に司会が至られませんで、あの。 のびのびと話していただいたらあのすいません予定の時間を超過してしまいましたあの本当に申し訳ないと思ってるんですけどただまあ今日本当に貴重な初公開の話がたくさん出てきましたのでぜひあのこの続きをですねあの吉村さんのファンがこれだけいらっしゃるってこともよく分かったしあの大事なのは今の時期にきちんと次の世代に伝えないといけないと思うか本当に思ってるのであの本当に今の若い人たちにやっぱ知ってもらいたいし。 あのぜひあのすみませんあの全座だけやりましたけどあの芸大のあの関係者の方々ぜひ発信を始めていただければありがたいですあのつたないスカで失礼いたしましたあの最後にあのパネラ皆さんに拍手をしていただいておわりたいと思いますありがとうございました。ありがとうございましたあの皆さんもあの遅くまでのお残りいただきまして本当にありがとうございました感謝。 申し上げます。じゃあもう一度じゃ先生方に端くで終わりたいと思います。<laughs> あの私はまああの三、ー、十で帰ってきて先生のところにま勤めたもんですからやっぱり。 ゼロからののスタートだったので特にイタリアボケで帰ってきたもんだからかなり自由にあの好きなことをやれよという感じの扱いでしたそれで吉村事務所は20人ぐらいおりました私の席を開けるために室内の向きを全部変え,え並べたということがありました 将員たちの後でなんかもったいもったいぶってそのお前が帰ったから全部移動させられたというようなことをやりましたけども先生自身はあのそういうことであのまずは様子を見ろという言い方でしたねでその様子というのは長くて半年ぐらい何もさせないんですよそれでまああの先輩の間に 挟まった先輩と僕の同級生の平尾君の間に挟まってあの雑用の手伝いみたいなものをちょこちょこっとやるのがスタートでしたあの当時出来上がりかけていた現場がありますねそうすると誰々さんがこれから現場に見に行くというと私はじゃあ私も一緒に行って言ってまあそういうそれが自由だったわけです。 それでかなりあのその当時のできつつあるものとかできたものの見直しとかそういう現場をしょっちゅう見て歩きました一緒につ,ついていった、ね。あの,あのこの間もちょっと話しましたけどもあの先生はこう余条件を要するに敷地とかそれから あの敷地の面積とかを示した上であとはやってごらんなさいという形でまずその人を試すというかその人に考えていることをやらせるわけですね。とこれ彼はこうかというと少しずつ修正していくわけです。それから2番目がですね 一応目,目安となるスケッチを渡してこの間の益子先生の例ですけどねスケッチを渡してこれをベースに考えなさいと言って悩むわけですよ。<laughs> そういうのが一つ2番目のタイプそれから3番目はですねあのもうすでにこう自分の性格としてですね個性的に ななかなか買いにくそうな男に対してはやっぱりあの20分の1ぐらいまでの,あのまあ金ばかりまでも含めて渡してですねうちでこうフリーハンドで美の紙っていう薄い紙に書いてきてそれを渡すわけです。そうするとその人は一番なんかあの大事なものを支持されたということで非常に頑張った。 それを、図面として清書して、それというか。あの、作っていくわけですね。ですから、その三種類がありました。あの、厳しいのは、厳しくても。痛まないのだけ。<laughs> まあ、僕がいた時代は、あの、長さんという、台湾から来た。あの、方と、私が怒られ役でした。もっぱら怒られ役で。それが周りに聞こえるように怒って。 <laughs> 私の上司が <laughs> 怒られてるように伝わるように <laughs> 怒ってくるわけですね <laughs> 怒られると我々はやっぱり閉めたと思うわけですよ <laughs> 自分にだけ怒ってくると <laughs> いうことがね <laughs> みんな <laughs> だけど怒り方によってはそのすごいやっぱりもうなんか信者みたいにいる署員はですね傷 <laughs> んじゃってノイローゼになったりされると困るから。 そういう人もちゃんと見分けちゃいますよね。そういう社会はありますよね。その辺は先生はすごくねあのデリケートに深くちゃんとキャッチしましたね。これはねすごく当たりなんですけども先生はねこう言ったんですよ。あの最初にヨーロッパを見ちゃうとアメリカの良さが見えにくくなると。 ヨーロッパの古いものの蓄積を見た後に行くとあアメリカの街がねちょうど今の東京みたいなもんですけどそういうような見方しかできないんじゃないかとまあ学生文在であればそれをちょっと私に言いたかったんだと思うんですね。 のがありましたそれでまあ行ってみたらやっぱり先生の、うん、言われてることがなんとなく分かりましたね。というのはヨーロッパに行きたかった理由はやっぱりドムスとかカサベラとかオージュルディと,とかで見てオージュルディは写真が少ないんだそれほどじゃないんですけどドムスは非常にその意識的に。 やっぱりそのイタリア人に対してもね戦後のイタリア人に対してもモダンな美しさを示すための雑誌でしたから日本も焼け野原になってそのモダンっていうものに対してすごく新鮮に感じてたんでだけど行ってみるとですねやっぱり圧倒的に古いものには負けけるわけですねその時にあそうかこの調子でアメリカに行ってたらそのいく。えい あのヨーロッパから行っちゃうとどうもちょっと理解が遅くなるんじゃないかということを先生は直感的に分かったんだと思うんですねそれで行くならアメリカが先だということを言ったんだと思いすそれは猪熊さんに対しても吉村先生は強力に「パリよりはニューヨークだよ」と言ったのは同じことだったと思うんですよ。 まあ同じ時期にあの絵描きでは岡田賢三が言ってますしね有ゲニズムで言ってますけどもおそらくその辺の直感というのは先生の直感というのはすごい鋭かったと思うんですね。やっぱりあれですね要するにプランと立面と中身と。 どうべよく質問の中で「エレベーションは後からですか?」みたいな言い方をしますけど先生の場合はもう同時に考えるのが当たり前というのが自分の身についてたわけですからね我々が「エレベーションは?」なんてちょっとこう戸惑ったりしたらもうだいぶやっぱりまずいわけですね。こういう感じでっていうぐらいのことまでは用意しておかなきゃければ 吉村先生のデザインで一番あの面白いのはあの対面してですねあの打ち合わせするときに打ち合わせの途中で目をつむるんです時々こう目をつむって23分ぐらいつむってですねこうあの打ち合わせのものをかん図面に対して考えるわけですね。 その時先生はですね何を考えているかというとその構成だけではなくそこに住む人とか老人か大人か男か女か子供かそういう人がじゃあ立ち上がってどういうふうな動線で動くかとかそれから今度その人たちがその もうちょっと年を取ってこの階段でいちいち登ってご飯を食べに行かなきゃダメなのかとかいろいろなこういうところまでをこうイメージしてですね打ち合わせの段階でも彼は考えちゃうみたいでその今でいうその仮想現実バーチャルリアリティを頭の中でやってみせるわけですよ。それはね我々はね じっっと3分ぐらい待っててで、その後にその先生がそこでもしこの人がこういうふうにすると君はどう考えるとかこのプランだったらどういくとかそういうふうな突然2次次元元から3次元に移ったりすするわけですねで。そういうあの打ち合わせっていうのはその先生の個室で打ち合わせるときにだいぶまあ 実施が固まる時ですね固まる前はその机の上でそれで我々はその手を使って何枚でも化粧ゴ使って描いてるといかにも仕事をしてるけどもそこまでで回ってないなわけですよ、ねまあそのうちに今度はプランニングをしながらここにここ窓があるとかここにこうあるとかっていうのがいつの間にか身につくというのがその先生の。 やりり方で今になっててみるとバーチャルレアリティを先取りしてたんですねその中でそのベースとなるのが動線とそれから動線の前にあれですよねファンクションですよね機能機能動線それから展開ですねそれと美しいプロポーション美しなきゃダメですねそれで快適で快適に住んだ 快適に働くというそういうようなものを全部こう満たすことが先生のなんていうかなあの追求する先ですからやっぱり四六時中中風呂の中でも考えたんじゃないいかと思いますね <laughs> プロジェクトはですね先ほど話したついていったどなたが担当だったか分かんないんですけども青山にあった。 京極さんという方の小さな住宅でこれにはびっくりしました。もう今はないんですけどね要するに全てを例えば小さな家でありながらお客様が見えた時にちゃんともてなしながらも自分たちの生活にそれがちゃんと 伝わるような和室だったりそれからちょっとその隣にまたコージーコーナーというか4畳半ぐらいの茶の間があってですねそれが非常に有機的にこうあのまあ有機的というか自然にですねスポンターネアスにこう連続しているもんですからこんな小さな空間の中でこれが表現できるのかという。 いうこととにちょっとびっびくりしましまた、ね、僕はね先生はやっぱり信念の人だと思うんですよ。信念の人というのは要するにやっぱり日本のあるべき建築ということとそれからもう一つはそのやっぱりこれを選ばれたっていうかその、まあ、古城院の写しを。 自分なりに少し変えてですねそれ以上にシンプルにその美しさをこうまとめた点でですねやっぱりあの敗戦国日本の我々はこういうものを持ってるんだよというちょっと高度な意味でのしかもシンプルでね豊かなそういうものを先生はアメリカに見せたと思うんですね。 普通の建築家であればこれは単に古い建物の写しじゃないかみたいな捉え方をしてそういうものを持たないでもっと頑張りすぎちゃったこれビジェ風だったりなんかするようなものを持っていきかねないわけだけどもやはりその日本の伝統にある大事なものまあ民家も先生大好きだったけども。 民家よりはやはりその庶民の方がもっと説得力があるというふうにちゃんとまあ分かってたんでしょうね。それは若い時に学生時代に国内を旅行してるし古いものは見回ってるしまあその足はまあ中国もずっと回ったりしてるのでその国と国とのこう感じ方をやはり 自分なりに持ってたんんだと思うんですねその信念というのはやっぱり明治の末の出 <laughs> だからかなと思うんですけども我々昭和二桁はその辺の信念にはちょっと弱いところありますけどね <laughs> あの先生がですね皇居がほぼ実施が始まってる頃あ違う基本が終わる頃に 基本ととってもほとんど実施ですからね終わる頃に宮内庁から「あのあ見てこい」と言われた出張の形で1か月ぐらいの旅行で回,った回られたんですねアメリカの次にヨーロッパと。だいたいあのチーフの担当のチーフの上田さんがつきちょって回られたんですけども。うん その時、まあ、最終地がローマだったんでローマには私がいたもんだからあ先生たちが行くので案内しろということで、えー、宿まで取ってパンテオンの隣に取ったんですけどもうるさくて寝らんないとかって言われて翌日じゃあうちの近くのまあすぐ1 0 0ルぐらいしか離れたんですけど、えー、あのパンテオンから 映、ね、ってもらってあのホテルに泊まって3日ほど滞在されたんで先生の要するに宮殿を見,る見てっていうなんか仕事のうちどうですかって言ったら「もうパレスはいいや」と「<laughs> もうパレスはたくさん」っていうのは先生の意見で要するに日本のパレスを作ってんだってヨーロッパのパレスじゃ。 アメリカのパレスなんか見たって宮内庁のおぼしめしには分かるけど自分にとってはね分かりきったことだということだったと思うんですよ。パレスがいいからあ、CG、に連れれてて行ってくれとやっぱりね、あのー、気候とかそれかあその風土の問題ですよね風土の問題と人間の問題が違うわけだから。 日本には日本だというやっぱり確信があるわけで、あのー、それは要するにすぐ取り入れるか取り入れないかというのはちょっと別でですねその植民地みたいなものであってもあの取り入れない国と取り入れる国だけど日本は戦後全部取り入れましたよね。<laughs> だからそういう違いに対してはちょっとやっぱり違和感を持ってたんじゃなないいかなと思いますねそれから十分にその欧米に対して日本の建築が通用するというなんか自信が我々なんかよりずっと強かったんじゃないかと思います。まああのー、今になってみると、うん やっっぱり先生にもうちょっと、ね、僕はちょっと距離を置いて遠慮していたんですけど独り占めしたがる男がいましたね <laughs> そういう部分は分かってるけどもあのやっぱりもったいない部分もありましたけどねだけどとにかく吉村事務所っていうのはすごくパストラールな田園的な雰囲気の中ですね。